皆様、本日はアステグローバルサミット2023フォローアップセッション2のセブ・セウセイ条約 COP15 のセッションにご参加いただきありがとうございます。本日、司会を務めさせていただきます、アセ東京理事、日本野菜テロワール協会事務局の秋元真理子と申します。で、今回先ほどお話しいただいた司会がもう一人いますので、ご紹介お願いします。はい、同じく司会を務めますアースデー東京ユースと新潟県立六日町高校3年の青木水菜と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではですね、現在、アーセイ東京の方ではですね、世代間交流を一つの柱として活動しております。で、グローバルサミットのフォローアップセッションは全部で3回シリーズなんですけれども、どの回もアーセイ東京ユースの子が、サブの司会で入っていただいております。で、まず最初になんですけれども、アースデーのグローバルサミットの説明の方を少しさせていただければと思います。アセ東京の方では、去年の11月に日本の NGO や NPO、また個人のエンパワーメントやコミュニケーションを目的とした初のグローバルサミットというのを行いました。で、セブ・セウセイ、プラスチック汚染、気候リテラシーに焦点を当てまして、国内外からゲストをお呼びして、自分たちが何ができるか、そういったアイデアのアクションの創出を行っておりました。はい、ちょっと。で、そのフォローアップとしてですね、1月から3月まで毎月オンラインのセッションを行って、先月はですね、気候変動枠組み条約の COP27 について行いました。で、この時参加したユースからはですね、その自分が本当にいろんなことを知らなかったっていうような感想などもいただき、宇佐原君、入ってきてるかな、入ってきてないかな、などいただいたので、今回もユースの子がいろいろと入ってきておりますので、皆さんいろいろと学んでいただければと思います。で、今月はですね、昨年12月、カナダのモントリオールで行われたセブ・セウセイ条約 COP15 について、さまざまなセクターの方をお呼びして、 COP15 がどんな様子だったか、また決議内容とか、これからの影響なども皆さんにお話しいただくこととなっております。アセ東京の実行委員の皆様には、私の方が現地から中継させていただいたので、少しイメージが湧くかなとは思うんですけれども、またお話の方を楽しみにしていてください。で、COP の報告会ってなるとですね、結構専門の方向けの方が多かったりとか、あと、そもそもそういった情報っていうのは市民の人たちは知らなかったりするんですけれども、やっぱり聞いててわからないことも今日はいっぱいあると思いますが、ビギナーでもわかる条約という形で、専門家の皆さんには少し噛み砕いてお話しいただければと思います。とはいえ、条約ですので難しい部分はあるかとは思いますが、そんなに気にせずに1つか2つ、それだけでも皆さん何か持ち帰っていただけたらいいなというふうに思っております。で、今回なんですけれども、登壇者が非常に多いんですね。で、本当に大変申し訳ないんですけれども、時間の1分前になりましたらタイマーを鳴らせていただき、時間になりましたら、コンさんの方からベルを鳴らしていただくことになっております。で、時間が過ぎるようでしたら、強制ミュートというふうにさせていただきます。で、本当に長丁場で21時半までという形になっておりますので、ご理解いただければと思います。で、21時より Q&A のセッションとなるんですけれども、時間も長いので、最初の方の話忘れちゃったみたいなこととかあると思うんですね。なので、皆さん、思ったこと、感じたこと、質問など、チャット欄の方に書いていただければ、最後の Q&A セッションにて質問させていただきます。で、もしかしたら、その場で登壇者の方が質問に答えてくれるかもしれないので、その辺はいろいろと適宜対応していただければと思います。で、チャットでの質問なんですけれども、時間の都合上すべて紹介できないかもしれないんですけれども、そのあたりはご了承いただければと思います。それではですね、水菜ちゃんの方から最初のスピーカーの紹介をよろしくお願いいたします。で、英語の通訳はこちらで終了となります。一旦よろしくお願いいたします。はい、それでは私から、まず最初の登壇者のご紹介をさせていただきます。11月のグローバルサミットにもご登壇いただいた、東京大学大学院農学生命科学研究科教授の高坂先生は、生物多様性条約事務局の勤務経験があり、
今回研究者として政府代表団に参画し、 COP とは何か、どんな様子だったのか、これからのことについてお話しいただきます。生物多様性条約第15回締約国会議と2030年の世界、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ご紹介に預かりました東京大学、高坂亮と申します。日本が無実会議の環境学というところでの会もやってます。ちょっとメガネが光っちゃってるんで、ちょっとじゃあ、今まで進みます。すみません。スライドが進まなくなっちゃうんですね。アクシデント。すみません。国連の条約事務局に勤務して農業とか林業も担当しておりました。今回 COP15 にもお邪魔して、いろいろ、農業分野とか、いろんな枠組みについて、話を聞いたり、指標についての議論に参画したりしました。イギリスとか、あとドイツにも留学したり、ハンガリーに住んでたりしたので、なんかユースの皆さんもぜひいろんな国に行く機会、住む機会を持っていただけたらなと思っております。で、生物多様性条約っていうのは何なのと、申しますと、1992年のリオのサミットの時に、生まれた、条約ということになります。で、大きく3つの、目標があって、保全をして、持続的に元本を減らさないように、大元がなくならないように使っていきながら、それをやった人たちが利益を受けて、もっとやりたくなるような仕組みを作っていくということで、これがぐるぐる回るように、そんな仕組みを目指して、やってきた、条約ということになります。これが回るようにということで、やってはきました。で、保全すること、持続可能に利用すること、公平かつ公正に、遺伝資源の利用を配分の得られた利益を配分するということになっています。エコ兵器しないでフェアに、分けましょうね。例えば、先進国家だけとか企業だけではなくて、それがもともとあった場所にも還元されるようにしようねということにもなります。で、COP って何ということになると、Conference of the Parties、の略になります。締約国会議という、会議という意味しかないので、正確にはだから生物多様性の COP とか、気候変動枠組み条約の COP とか、ラムサール条約の COP って何の COP か、会議かっていうことは言わないといけなくて、その後に数字をくっつけて第何回という意味になりますので、COP15 というと15回目、27というと27回目の会議という意味で、専門家会議からいろんなものが積み上がっていって、決まっていくような仕組みになっています。で、なんで2年に一遍、あるいは気候変動枠組み条約であれば1年に一遍やってるかというと、どういう進捗なのかなとか、他の国はどんなことやってるのかなっていうのをチェックし合ったり、さっき言った3つの目的に向かってどういう方向で進んでいくのかとか、あるいは2030年までにこういうことをしようっていうのを決めたりするために、集まって決めたりしています。ただ、国の数ってどんどん増えていっています。で、特に、こういうボーンって増えているところは、途上国の数っていうのがかなりの勢いで増えてきているっていうこともあって、なかなかその、全会一致で決めていくっていうのが難しくて、普通こう、素直に行くとスーッとこう通って、最後ここまで来たら決まりってなるんですけども、途中でこう、決まらないねってなって、こういうちっちゃい辺に行ってですね、コンタクトグループとかって言ってるんですけども、けんけんがくがく議論してまた戻すっていうようなことをやってます。皆さん、部活とか、クラブとかでなんか物事決めるときに、なんかその3人だけがすごく意見が対立してるようだったら、ちょっとその3人別の部屋で一回喋ってきてって言って、で、部全体に戻してもらうとか、そんなイメージの会議をやってると思ってもらえたらと思います。で、今回、冬の、モントリオールでこういうふうに今こんな会議やってるよとか、で、地熱が進んでるよっていうのがバス停にあったり、すみません、これカナダの料理で、プーチン、モントリオールの名物の、油切った食べ物です。で、ヨーロッパとか北米とか、日本のメディアも来て、大きく報道していました。また NPO の人たちとかも元気で、こういうネイチャーポジティブっていうのはすごく大事だから、
そういう言葉を入れようとか、そういう概念を入れようとか、まあ、ゴールっていうのにかけて、ちょうどワールドカップをやってた時期なので、2030年のゴールっていうのにかけて、こういう参加者がボールを蹴るっていうことをやってました。僕も2回目にやっと入りましたけども、一応蹴ってきました。で、まあ、こんな形で冬で、いろんな、まあ、展示もあってですね。で、あと、すごく大きな、まあ、特徴の一つが、国だけではなくて、あるいは NGO だけではなくて、ビジネスとか、まあ、事業者とかですね、あるいは、いろいろな、ILK、あとでお話があるような、いろいろな立場の人たちとか、まあ、女性、ジェンダーとかですね、ユースとか、いろんな立場の人たちの発表があったよっていうこと、で、それぞれがこういう、まあ、ブースを持ってて、話し合う、まあ、コーナーがあった、まあ、実態もありましたね、非常に大事なところでは、エジンバラとか、そういうのもあったし、まあ、ネイチャーポジティブっていう言葉も、まあ、決議文書にはちょっと残らなかったんですけども、先ほどデモで出てきたように、非常に大きな、アクションとして、報道なんかでも取り上げられて、こういう、まあ、明確な、ネイチャーがポジティブになっていくような社会を目指していこうということが大きい議論になりました。で、オープニングの会場はこんな感じで、先住民の人たちの歌とか、先住民の人たちがその言葉でしゃべる。今、カナダとかオーストラリアとか、まあ、アメリカの場所によっては行くと、大体これは何々族さんの今、土地を借りて、あるいは土地の上で私たちはこういう会議をやらせてもらってますっていうような。ことを最初に言うようなことが多いです。まあ、日本もそのアイヌの、関係とかですね、いろいろあるんですけども、そういうものが一つの基準になりつつあるなとか、あるいはちょっとびっくりしたんですけど、トルドーの首相が、カナダの首相がですね、トルドー首相が話している間に、まあ、デモがあって、結構長く5分ぐらい中断して、その先住民の人たちが、こう抗議をしたんですけども、その時ずっと聞いてて、まあ、違う意見をまあ聞かせてくれ、貴重な意見を聞かせてくれてありがとうとかですね、まあ、自分たちはそのいろんなこう、声に耳を傾ける国なんだよと、いうことをすごくアピールしてたような感じがします。で、ちょっと勝手にこんな苦戦だと思ってね、1ヶ月前に、まあ、バリでこう中国とカナダの首相同士が、首相というか、そうですね、トップ同士がこうちょっとバチバチっとあって、まあ、中国側がこうメディアにカナダの人が、その前もって喋ったりするのは、あるいは2人だけの話を喋っちゃうのよくないよみたいな雰囲気があったんですけども、まあ、割とこうオープンに話すことが大事だよっていうのはカナダとしてはすごくアピールした点なのかなというふうに思いました。なんで僕は結構こうやって黙って聞いてありがとうみたいなことを言った、まあ、印象にすごく残ったんですけど、結構まあ報道的にはこう、まあ、反対する側がまあ映ったりすることが多くて、なんかちょっと自分の見た感覚とはちょっと違いましたけど、まあそういう取り上げ方になっちゃうのかなということで、まあグテーレス、事務局長も人類が大量絶滅兵器とか、いろいろあったんですけど、ちょっとあんまり、他は印象に実はあまり残んなかったなと思ってます。ただ、モントリオールの市長さんは結構ユースと一生懸命話してるっていうのが、私としては印象的でした。で、終わりの方になってくると、カナダの、環境大臣が結構こう、クンビ・モントリオール生物多様性枠組みってまだこう、あれ合意してないんじゃないかなとか思うんですけど、結構バーンと言ってたりしてですね、それはなんかテレビとか見ててもスリリングでした。で、最後の方で、まあ、その本当に決める直前にですね、まあ、今後、民主共和国の人たちとか、まあ、ウガンダの人たちが結構、いや、この、中で、まあ、資金の話とかね。まあ、さっきの公平かつ公平な配分とか、まあ、そういう議論ありましたけど、そういうものが、まあ、ちょっと足りないんじゃないか、みたいな、ちょっと、まあ、反対とまでは言わないまでも、若干、こう、支持しない的なことをニュアンス、匂わせて、こう、ちょっと、すごく緊張する場面があったんですけども、まあ、中国の、側が、それで、議長として、こう、採択して、まあ、翌日にはちょっと歩み寄ってですね、こう手を取り合ってなんとか、終わっていくことができたと。ただこう、会議があったからすんなりそういう目標が決まったということではなくて、結構その世界の中でやっぱりその格差みたいなものがすごく大きな問題になってて、まあ、生物多様性の保全だからみんなまあもろ手を挙げて、賛成ということではなくて、結構こう
緊張関係というか、途上国の方も、まあ、自分たちが守っていくためにはいろんなものが必要なんだよとか、先進国もっとこういうことやってよというところもあるでしょうし、まあ、先進国側もなんかその環境を守るための会議なんだから、みんな そちらの方にもうちょっとフォーカスした方がいいんじゃないかとか、いろんな、まあ、意見はあったんですけども、まあ、これジャパンタイムズの記事でしたけども、あの中国の手腕が、まあ、良かったっていうような記事も出たりしてですね、いろんな、まあ、見方ありますけど、なんとかまとまることができて良かったなと。当初はなんか醜いアヒルの子なんじゃないかというか、まあ、誰もこうやりたがらない難しい会議なんじゃないかっていう意見もあったんですけども、まあ、カナダと中国はある意味ではうまいバランスをとって、まあ、まとまっていく一つ の、まあ、あの価値観が違ってもこう、うまく運営をしていく、まあ、あの中国が議長ですけども、カナダで開催された、開催国はカナダっていう会議になるので、まあ、あのクンミン、モントリオールって2つの都市の名前がついてる枠組みに合意ができたっていうことはすごく大きいのかな、まあ、だけどだんだんこういうブラジルとかインドネシアとか今後民主共和国みたいなところが結構その自分たちで熱帯林たくさん持ってるよとか、そういうことでこうプレッシャーというか、自分たちが守っていくためには他の国も協力してくれないとねっていう声はどんどん強くなっていくような気はしますし、それは新しいブラジルの大統領でも続いていくのかなっていう気がします。これ最後にウガンダの人たちがまあ、今回採択はしたけどもちょっとやり方強引じゃないのとか、そういう発言もあったところです。でもう終わりますけども、すいません、金曜日にこういうあの FSC のセミナーでも似たような話をして、IKEA の人とかとも話したりもしますし、3月17日は東大の中で林野庁の人が GX を喋ったりしますけど、そういったところでも、生物多様性も大事だよって話をしますので、よかったら参加してみてください。これはリアルに対面だけですけども。ご清聴どうもありがとうございました。チーンとなる前になんとか終わることができてよかったと思います。大学院とかまだ高校生なんで関係ないですけども、大学生になったらぜひ考えてみてください。あるいは大学で農学部に来ていただいても大歓迎です。以上です。ありがとうございました。大坂先生ありがとうございました。リザちゃん、お話聞いてどうでした？そのコップとはっていうことをね、多分2回連続話を聞いてみて、その辺とか、まあ、あとなんか印象に残ったこととかなんかあったらやっていただければと思います。そうですね、私もなんか結構まだ初心者って感じなんですけど、なんか今回分かりやすく説明させていただいて本当に理解が深まってよかったっていうのと、一つ私が印象に残ったのが、なんか COP って締約国会議じゃないですか。なんですけどやっぱ国だけじゃなくて企業もいるっていうところで、その単なる途上、なんていうんですか、例えばニュースで報じられているように途上国 vs 先進国の対立っていう構図じゃなくて、その企業とか NGO とかもそこに関わってくるっていうのが、なんか大変私にとって新しいなんか気づきというか視点だったなと思ってありがたかったです。ありがとうございます。そうなんですけども、一方ではその意見を表明できてこうなんか縛ってくるのは国にまあ限られてたり、もちろんオブザーバーとして企業が発言できたりはするんですけども、なんでどっちも正しくて、結構国が議員だとすると、まあ、NGO とか企業の方は、オブザーバーとか割となんていうかちょっと、まあ、外野って言ったらあれですけど、こう基地の方でいろいろそういう働きかける人たちということになります。はい、なるほど、勉強になります。はい、そうですね、私もNGO とジェンダーの方で参加してたんですけれども、やはり決議権みたいなものがないので、うん、そうですね、ロビーをしたりなんかそういった形で。あ、いいですか、すみません、はい、ありがとうございました。そういった意味で言うと、その決議権がない方たちの影響力というか、そういう NGO の人たちやそのユースの人たちが声を上げるっていうことに何かそのパワーがあるのかどうか、まあ、そういったところっていうのは いかがでしょうか。ユースの人たちが例えばこういう意見ですって言ったのに対して、日本はそれ支持しますとか、まあ、ニュージーランドはそれ支持しますって言ったら、それは要は日本とかニュージーランドが言ったみたいな、まあ、南アフリカでもいいんですけど、支持しますって言うとそれは採用されるので、時間によっては発言できたりできなかったりするんですけども、時間があるのでじゃあどうぞって言われた時に発言をして、今の発言うちとして支持しますっていうと、そのままその発言が、まあ、効力を持つっていうか、あれですので、そういうやり方になってますので、廊下で協力してよとか、道下さんとかも一生懸命やってると思うんですけども、はい、
そういうことについて。ありがとうございます。そうですね、あの NGO とかだと、そのさっき小坂先生がおっしゃってた、あの最後の採択の時に、コンゴとかウガンダが、まあ、支持しないみたいなことをあの発言して、でもそれがあの採択されてしまった時に、NGO のグループとかっていうのは、まあ、基本的にはやはり手を叩かなかったっていうのとかがあったりとか、まあ、なんかいろんなことがあるので、またあのこれからあの7人ぐらい登壇者がいらっしゃいますので、あの皆さん、いろんな側面から。コップっていうものを見ていけたらいいかなというふうに思っております。では、すみません、はい、ちょっとあの質問だけ答えちゃっていいですか。あの、はい、どうぞ。GBA を邪魔するっていうことではなくて、多分あの何かその気をつけなきゃいけないとか、あの国のとか文脈によって違うものがあるんじゃないかみたいな話じゃないかと思います。1については、コロナ禍で4年近く、まああの。交渉してきたで、っていうところは、まあ、あると思うんですけど、ちょっとオンラインの会議が多かったので、なかなかまとまりづらいあの雰囲気はあったのかなというふうには感じております。すみません、短いですけど、以上です。ありがとうございます。ではですね、金沙ちゃん、次の登壇者のご紹介をお願いいたします。はい、それでは次の登壇者の紹介をさせていただきます。日本自然保護協会の保護教育部国際チームリーダー、IUCNJ の副会長兼事務局長の道家哲平さんです。日本自然保護協会さんは11月のグローバルサミットにも事務局長の志村さんに砂浜ムーブメントでご登壇いただきました。道家さんは COP9 から参加し続け、二重丸プロジェクトのホームページではリアルタイムレポートなどもされたりされています。今回は NGO 視点から市民が知っておくポイントなどをお話しいただきます。それではよろしくお願いいたします。はい。公益財団法人日本自然保護協会の道家と申します。声問題なく届いているでしょうか。はい。あと、パワーポイントも OK ですか。はい。はい。それでは私の方からですね、私も実際参加してきましたので、小坂先生のご発表にも少し加える形で、できればというふうに思っています。で、ここは同じところなので、重複なので、ちょっとしたいと思います。15に参加してきました。でこの COP15 という締約会議ですね、については、まあ、2つの性質があったということもあの覚えていただけるとありがたいかなと思います。つまり意思決定ですね、政策決定を行う場面であったと同時に、まあ、世界中から人々が集まっていろいろこうディスカッションする。まあ、その中で、196の国の中では決まらなかったけれども、まあ、大体こう、関心のある人の中では大体、もうこの方向で重要だよね、みたいなですね、こういう事実上の合意というか、まあ、方向性を決める、決まってる、そんな動きもあったという、まあ、フォーラム的な動きと政策決定、意思決定をする場面、まあ、この2つがある、そういうところです。で、せっかくなので、ちょっと円グラフでですね、どんな人参加したかっていうのを見せ、お示しすると、これは、オンラインでの参加は多分カウントされてない、レジストレーションベースになるんですけど、登録ベースになるんですけれども、環境省とか外務省といった行政ですね、これは締約国、加盟国という形で3000になります、行政のうちの3000くらい。残りはオブザーバーだったりして、ユースだったり、ユース300名、ビジネス600名の登録ですね、これ、COP14、西部大西洋 COP14 の時と比べると6倍近い数字になります。NGO も多かった。けどその他、国連機関とか国際機関だとか、あとポリティシャンですね、政治家みたいな登録もあったりします。非加盟国としてアメリカとバチカン、というのも入ってたりします。で、日本からはですね、環境省農水省とか経団連指導協議会さんなどが展示を行っていたり、いろんなイベントで発信をしていたり、私たちの税金をこう世界の自然保護の分野で有効活用していこうということで、生物再生日本基金みたいな、途上国を支援する仕組みが発表されたり、いろんな動き、環境大臣とかですね、もう参加したり、愛知県など自治体も参加されたり、まあ、本当にいろんなセクターの方が参加された、そういう会議でした。まあ、写真で見るとこんな感じで、一部はそうですね、工作先生ちょっと重複しちゃったりもしていますが、まあ、こんな雰囲気ですということで、でその中で決まったですね、昆明モントリオール生物多様性世界枠組みというものについて少し、詳しく掘り下げたいと思っています。まあ、他にもいろんな決定があったんですけれども、やはり一番注目点というのは世界目標を決める会議だった
ということで、まあ、それだけさっき見せたように、行政官以外にも多くの方が3分の2以上が、企業とか自治体とかですね、オブザーバーという、ステータスででも参加をされていたということ、そしてここで決まったことはやはり2030年までの国際社会や、各国、日本も含めてですね、生物多様性関連 の、 その政策を、方向づける、そういう枠組みが決まったんだという点がとても大事かなと思います。で196で議論しましたので、決して全ての国にとって100点満点ということはありえません。ただ一方、ほぼ全ての国が、ある程度納得共有する、そういう成果だったんだろうなと思います。で現在ですね、環境省が、中心取りまとめとなって、できれば100点満点と N 上的には言いたいですけど、そういう生物多様性国家戦略という形で最近、COP15 で決まったその世界目標を日本の、目標に、翻訳する、置き換え直す、そこで、100点満点目指したいなというところの動きになっているかなという形です。で、ディテールを詳しく細かく紹介することもできますが、今日は概要ポイントをご紹介すると、この枠組みというのは意欲的な目標を決めましたし、その測り方も同時に決めましたし、進捗確認も過去国家戦略を出し合うみたいなですね、世界目標に基づく計画をどう作ってどう検証して、そういうようなPDCA サイクルのような進捗確認の方向を決めましたし、実施能力の向上、キャパシティビルディングのための方策も決めて、資金拡充もですね、新たな基金を作りましょうといったものも決めました。から少し掘り下げますが、ネイチャーポジティブっていうような、そんな方向性も打ち出しています。それからもちろん難しいんですけども、その人と自然の共生社会っていうものを目指しているんですが、その人と自然の共生というのを具体化する2050年の4つのゴール、それを数値とか、その測りやすく具体的な目標、ゴールといったものを描くことになりました。そして、2010年 COP10 というのが愛知県名古屋市で開かれたんですけども、第10回の会議開かれたんですけども、そこで決まった目標をもとに、さまざまな実施が過去10、12年ですかね、2010年から12年なされてきて、その教訓を生かした、発展というのが見られる、そういう目標が作られたりしています。で実際はですね、GBF、本命モントリオール生物多様性、世界枠組、グローバルバイオダイバーシティフレームワークですね、GBF。これは10章からなる文章です。10セクションからなる文章になります。これ自体も4年かけて交渉したので、語り出すとすごい長くなってしまうので、今日はエッセンスだけですが、そういう目標も、枠組みも決まりましたし、それと同時にですね、より具体的なプラン、そのお金どれだけ増やしましょう、どんなふうに考えていきましょう、いった資源動員戦略みたいなものも話されましたし、コミュニケーションの戦略みたいなのも、決まったものもありますし、ただ一方で、先送りされちゃったそういった議題というのもあってあります。で、ポイントとしてはですね、世界目標決まったこととしては、人と自然の共生する社会を2050年の私たちの奨励像にしましょうというのは、実は COP10 の時12年前に決まりました。で今回はそれをより具体化したいねと、もう人と自然の共生社会って具体的にどういう状態ですかっていうのを指し示す2050ゴールというようなものをまとめました。私の今日の PDF、後半に参考資料という形で すごいたくさんバッと資料がたくさんついていますが、その中に、具体的な文章というのも仮訳ですけども載せていますので、ご覧いただければと思います。そしてその2050年のゴールに向けて、2030年まで私たち何しなければいけないかという2030年のミッションといったものもまとめました。そこでですね、先ほど高坂先生からもあった、ネイチャーポジティブ、生物多様性の損失を止めて回復へ、持っていきましょうという、キーワードが、キーワードで称されるような私たちの使命というのがまとまりました。そして2030年までに具体的な行動をですね、していこうということで、その23の行動目標ですね、グローバルバイオダイバーシティターゲット、GBT と訳されるんでしょうか、グローバルバイオダイバーシティターゲットっていうものが、決まりました。そしてこれは3つの枠組みからなっていて、自然への脅威ですね、自然の損失要因、
それを一個一個主要なものを対策していきましょうという8つのアクション決まりましたし、自然を守っていくことで社会にさまざまな恩恵を、社会課題の解決を目指していきましょう。自然を守ることで自然からの供給ですね、恵み、そういったものを確保したり、第一産業、農林水産業の持続可能性を高めていったり、環境を基盤ですね、そういったものを整えていったり、健康に連動するんですけども、都市における緑地や浸水エリアを高めていこうというような候補者、そして、ターゲット1から13を実施していくためのさまざまなツール、解決策を充実させましょうということで、政策にもっと生物多様性って観点を入れていきましょうとか、ビジネスにもっと生物多様性の視点を入れたり、まず生物多様性にどんな、影響だったり、機会をこういろんな企業の皆さんが果たしているか、そういったものを開示していこうというような、主流化って難しい言葉で言うんですけど、そういう目標が設定されて、資金に関する目標、それからいろんな人々がその意思決定に参画することが大事だよというような目標が決まったりしています。後半のところにですね、その目標をちょっと分かりやすくできないかなと思って、ちょっとショートバージョンというか、独自の読み替えバージョンみたいなのも載せましたので、ご覧いただければというふうに思っています。さて、私の方から残りの時間を使ってポイントをご紹介しようかなと思っています。一つはですね、人と地球のためのネイチャーポジティブっていうキーワードになるかなと思っています。今回のCOP15の成果ですね。ネイチャーポジティブっていうのは自然だけが良くなればいいやではなくて、人と自然両方、持続可能な形にしていくためには人と自然両方ポジティブに持っていかないといけないよということです。で、今までですね、生物多様性条約では生物多様性の損失速度を抑えようとか、損失速度を止めようと、こういう負のマイナスの動きを止めるっていうところを、ミッションに掲げてきたんですけど、それじゃ足りない、もっとポジティブに持っていきましょう、プラスにしていきましょうと。私たちいろんなエネルギー、自然資源を使っていって、生きていくわけですけど、ある意味使った以上に自然の再生力、回復力をこう後押しする社会っていうのをもっともっと描いていきましょう。で、これは誰も今までに、なんていうかな、人類の歴史にないフェーズなので、みんなで知恵を出し合っていくっていうことがとても大事になっているのかな。そんなフェーズにこれから移るんだろうと思っています。実際いろんな企業の皆さんも、そのワインを作りをしながら、そのワイン生産地、これキリンさんなんですけど、生産拠点で、実は自然が高まっていくネイチャーポジティブ、豊かさつなげていきますよ、みたいな技術を発表されたり、住友林業さんみたいなところがネイチャーポジティブに向けたロードマップに参加します、を発表されたり、五本の木、これ、家を作るメーカーですね、積水ハウスなんか。5本のキープロジェクトみたいな形で、もうズバリネイチャーポジティブ方法論みたいなキーワードで、アピールをされたり、自治体さんではネイチャーポジティブ佐渡島宣言みたいなのが生まれたりしています。これからはですね、その国がなんか保護地域、国立国定公園作りますというだけではなくて、民間の持っている私たちが、いや企業の社有地社有利みたいなのも含めて、自然を守ることに寄与する場を生み出していこう、地域の自然を活用すると同時に、豊かになるような、自然が豊かになるような活動事例を作りましょうだとか、もしかすると法律も今後考えなきゃいけなくて、保護地域とか絶滅危惧種の対策も減っていくのを止めるではなくて、プラスに持っていく、プラスに持っていく環境アセス制度、そんなものも描いていかなきゃいけないなというようなことがあるのかなと思います。一方で注目したいのはネイチャーポジティブ風取り組みというか、なんちゃってネイチャーポジティブというか、言葉だけのネイチャーポジティブというか、ネイチャーポジティブ掲げてるんだけど実質うまくいってないよみたいなことも注意しなければいけないのかなと思います。実際カーボンニュートラル脱炭素の世界では、再エネ進めますと言いつつも、その再エネは結局、林道確保とか森林を伐採して作られた風力発電だったりするみたいなことが生まれていて、気候の COP27 でもネットゼロっていう宣言が形だけにならないようにしなきゃいけないよみたいな議論が進みます。多分自然版でもですね、同じことを考えなければいけないかなと思います。私たち自身がいろんなネイチャーポジティブに向けてもっといろいろやっていきましょうというような取り組みを増やしていくと同時に、多分なんちゃってネイチャーポジティブというような読めるようなものも生まれてこれからかもしれません。
まあ、そういったものの本物かどうかを見分けて、まあ、時には否定していく、そのネイチャーポジティブ違うよみたいなことを言えることが大事になっていくんじゃないかなというふうに思います。あと1分ですね。で、あとビジネスとファイナンスというのもすごい大きな変化があったかなというふうに思っていますが、これは次の話者で多分あると思うので、したいと思います。あとはですね、土地利用ですね。私たち今まで保護地域っていうところだけに関心持ってきましたけど、そうじゃなくて、劣化した生態系とか、農林水産業のエリア、そういったところも持続可能性考えて、都市においても緑地浸水地域を増やしましょう。まあ、私たちはどう土地と付き合っていくか、大地と生きていくかみたいなところを23のうち5つ目標を掲げていますので、まあ、この日本における住まい方みたいなのも NGO としては今後考えていかなきゃいけないかなと思います。まあ、OECM とか全部とかちっちゃいますね。まあ、というような感じでですね、これから国、企業、私たちいろんな人たちに求めていけることっていうのを最後にまとめました。まあ、やっぱりネイチャーポジティブっていうくらいですか、ポジティブに。なっていきたいなというところと、まあ、国、企業、まあ、金融機関、研究、それから市民、それぞれ、ネイチャーポジティブっていうのに向けて、やれること、やれる強さですね、特技、そういったものがあるので、そういったものを見据えながら、一方でそれをこう一つに集めていくような仕組み、仕掛けといったものも、私、自然保護協会という一 NGO の立場と。IUCN の日本委員会の事務局という、こう、NGO をまとめる立場で、考えていけたらなと思ってます。ということで、私の発表ちょうどですね、終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。野毛さん、ありがとうございました。はい。でですね、ネイチャーポジティブ、前回 COP27 の報告会でも、いろいろとその単語が出てきましたけど、みざちゃん、どうでしょうか。そうですね、めっちゃ丁寧なご説明ですごい分かりやすかったんですけども、私が一番気になったのはそのネイチャーポジティブ風の取り組みっていうのがすごい気になって、うん、なんか一見なんか何も知らないとそう、あ、いいことだみたいな聞こえちゃうけど、やっぱそれをやっぱ見抜ける力みたいなのはやっぱ国民みんなが持っているっていうのが一番理想だと思うので、なんか今回のようなこういうフォローアップセッションみたいなイベントがもうちょっと行われていったりとか、そういう機会が増えたらいいのかなと思いました。ありがとうございます。そうですね、河野さん、またやりましょう。あ、やりましょう。またありがとうございます。本当に貴重なお話、最後僕もこのチーンの鐘を鳴らしたくないっていう気持ちがすごくあって、もうちょっと聞きたいんだけど鳴らさなきゃいけないみたいな、ちょっと葛藤がある中でおっしゃったんですけど、すいません、ありがとうございます。大丈夫、ありがとうございます。今日は本当に、はい、時間ないですね。ちょっと大丈夫です。一個だけ、こういう、まあ、多分、ね、素晴らしい目標設定がなされたんだろうなっていう、その、理解がある反面、例えばこれ、今、2030年までのグローバル目標っていうのは SDGs っていうのがあると思うんですけれども、まあ、そこでもかなり細かい目標が、設定されてると思うんですが、なんか、そこのこう、なんか、あっちの目標とこっちの目標とかっていうのを、こう、住み分けだったりとか、考え方だったりとか、その辺っていうのは、なんか、どのように、こう、まあ、捉えられていらっしゃるのかっていうところを、ぜひちょっと、もし、お分かりであれば教えてもらえればと思っております。はい、ありがとうございます。ですね、今回 SDGs をすごい意識した、目標作りがされています。で、SDGs のゴール14、15、その下にターゲットが入ってると思うんですね、具体的な。あのターゲットをよく見ていきたいと、その14、15のところは2020年までと。要は愛知目標をこうコピペしたような状態に実はなっています。で、今回その愛知目標をアップデートするような目標になりますので、まあ実質 SDGs の14、15のまあ具体の部分をアップデートしたような状態。という側面が、まあこの左の青の側面ですね。一方で真ん中の側面はその自然をもっと守ったり、こう保全したり回復していくことで、その食料供給の課題だとか、まあ健康のとか都市のその暮らしやすさの問題だとか、させような都市だとか、そういったものに寄与したいなというところが掲げられているので、ターゲットの9、10、10、11、12とかは一部こう SDGs を生物体制の分野からサポートするっていう部分があります。まあ、もちろん、ガバナンスのところでも、SDGs より思い切ってですね、ユースや、その女性の参画だとか、ジェンダー構成をすべてみたいなですね、そういったところもすごい意識して作られているというところで、ある意味、こう、アップデートに近いような
感じかな、うん、私は捉えています。ありがとうございます。非常によく理解できました。それぞれがなんかこう別々に目標設定されてしまうと、どっち目指したらいいのみたいなところもごっちゃになっちゃうかなと思ったんですけども、うん、SDGs をこう、まあ、踏まえて、こう、そこにこう、まあ、それぞれがこう、まあ、関係し合ってるというところは理解できました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではですね、次の登壇者の方に移りたいと思います。では、はい、水谷ちゃん、ご紹介お願いいたします。はい。それでは、次の登壇者を紹介させていただきます。経団連自然保護協議会事務局次長の加藤拓さんです。COP15 におけるビジネスの話、ネイチャーポジティブ経済の実現に向けた企業活動についてお話ししていただきます。プレゼン時間は10分となっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。資料。はい。あれ。はい。経団連自然保護協議会の加藤。あ、よろしいですか。あれ、なんかハブってんのかな。あ、大丈夫かと。よろしいですか。はい。ただいまご紹介いただいた、経団連自然保護協議会の加藤と申します。よろしくお願いします。今日は、アースデー東京の秋元さんはじめ皆さん、こんな機会いただいてありがとうございます。で、私はですね、まあ、そもそも経団連ってご存知じゃない方ももしかしたらいると思うので、経団連っていうのは、日本経済団体連合会っていうのの略称なんですけれども、まあ、大企業、日本の大企業を中心とした、1500社以上の企業からなる、総合経済団体ということで、まあ、自律的な経済発展を目指した、団体です。で、それで、まあ、重要課題、特に、私の所属しているこの自然保護協議会っていうのは、生物多様性分野の問題を、取り扱う、団体ということで、その、要は、経団連の内枠の団体ということになります。よろしくお願いします。で、ということで、まず、協議会とは何だった、経済活動とですね、生物多様性ってあんまり結びつかないんじゃないかなと思いますので、で、我々、何なのかっていうのをご紹介しますと、92年に、さっき高坂先生の紹介あったリオの地球サミットの年に設立されてます。で、その前の年に地球環境憲章っていうのをですね、経団連作ってまして、まあそれを実践する団体ということになります。で、今1500社って言いましたけど、そのうちの約120社ですね、が所属している団体でございます。で、活動はですね、もう一つ基金っていうのを持っていて、まあ、経済界から集めたお金で基金でですね、NGO のプロジェクトを支援したり、しています。で、あとは政策提言。まあ政策に対して、経済界から意見を申したり。あとは、こういったことが起きてるよっていうのを、知らしめたりっていう、啓発活動をやっております。で、まあ、他の経済団体いくつかあるんですけれども、まあ、生物多様性に特化したチームっていうのは、当団体しかないので、まあ、経済界唯一のと勝手に自負しております。で、まあ、例えば政府の政策を、検討する審議会とかですね、主に環境省ですけれども、まあ、それとか、あと最近では、国交省のグリーンインフラの、プラットフォームなんていうのがございますが、そういったところも、当協議会の会長が、委員として参加したり、させていただいたりして、日本の経済界を代表する声を述べたりしております。で、あと、右の方行って、まあ、ここにも勝手に高坂さんのお名前も書いてますが、アカデミアもですね、いろんな学者の、いろんな分野の、専門家がいらっしゃるので、まあ、そういった方々の、に、レクチャーしていただいたりして、まあ、経済界の、情報をアップデートしております。あと、左下行って、国際的なネットワークですね、ご存知、ある方、ない方いらっしゃるかもしれないんですが、さっきの道家さんが日本委員会やっていただいてる IUCN とかですね、ここは、1996年から、加盟したり、して、関係を構築しています。あと、国連の条約事務局、真ん中に書いてありますが、そういったところとの関係構築だったり、まあ、あと、長年、NGO の、活動を支援してきておりますので、まあ、そういった関係性から、ネットワークを作ってやっております。まあ、そういったプラットフォームですね、が協議会になります。
で、あとはですね、これ、じゃあ、今、何なのかって、なんで企業がこういうのを考えなきゃいけないのかなんですけれども、四角の中の左上のところを見ていただくと、これ、SDGs のウェディングケーキモデルってご存知の方も多いかもしれないんですが、社会経済活動のすべての土台がですね、生物圏、いわゆる環境の問題だということがもう分かっています。ですから、ここで何かが起きちゃうとですね、もう経済活動どころじゃないんですね。で、あとはその下に、世界経済フォーラムが毎年グローバルリスクっていうのを発表してるんですけれども、ここ近年はですね、ここが、生物多様性の喪失っていうのがリスクの上位に掲げられております。で、あとは、今ずっとこの本のウェビナーの話題にもなっている、世界枠組みが決まり、で、あと右下にありますが、財務情報の開示。要は企業ってどういう活動してるんだっていうのを、透明性を持ってですね、やっていかないと、もう、事業活動が立ち行かないっていう状態になってますので、それで自然に関する情報の開示をやろうよっていう枠組みが、今年スタートしようとしています。で、こんな環境があるので、経団連の方でもですね、サステイナブル、持続可能な、資本主義ということで、この、GXCENP って書いてありますが、気候変動の問題と、あとは循環経済、それからネイチャーポジティブ、生物多様性の問題を、一体的に推進していこうっていうことを、合意しておりまして、で、それで我々協議会はここの、ネイチャーポジティブのところを担当しております。で、その他にもですね、気候変動に関する、提言を、昨年5月に、取りまとめたり、あとは循環経済のところでは、今月ですね、つい先日14日に、提言を公表したりしております。で、あとはですね、さっき冒頭に基金のことをちょっと申したんですけれども、これも30年やっておりまして、約1700件の47億円ということで、毎年ですね、1.7億円ぐらいの規模の、ご支援をしてきて、で、今後ですね、世界枠組み決まりましたので、GBF へ貢献するっていう大きな方針を打ち出しております。後ほどももうちょっと申し上げます。で、ここはちょっと飛ばします。これは環境省が作ってくれた、モントリオール枠組みの分かりやすい図なんでちょっとつけときました。で、経済界に影響する、特に注目してたものっていうのを3つここに挙げてるんですが、23ある2030年までの目標のうち、7はですね、これ汚染のことを言っていて、で、環境中に流出する栄養素、化学肥料とかですね、農薬を、半減させようっていう、すごいかなり厳しい目標になっておりまして、これも影響する企業は多いと思ってます。で、あとは、8の気候変動っていうのがあるんです。これ私、実は損害保険会社から、出向できておりまして、これは、自然を活用した解決策について書いているんですけれども、それをやることによって、気候変動の緩和適用だったり、防災減災につながるんですよっていうことで、これのこと NBS って言ってますが、それを推進せよという内容です。で、あと15が、多くの企業がみんな注目してたもので、これは生物多様性の負の影響をですね、低減させるために、特に大企業は、生物多様性にかかるリスクとか、依存影響、こういったものをですね、モニタリングして、透明性を持って開示せよってなってるんですね。で、それで、事業活動って原材料を調達してきて、それを加工して製品にして販売するわけですけれども、それのことサプライチェーンとかバリューチェーンって言うんですが、それ全体にわたって、それを把握して、で、それで、透明性を持って開示せよというかなり厳しい内容になっております。で、それで我々そういったことで関心も非常に高かったので、今回、ミッション団を組んでですね、35名で行ってまいりましたと。で、それでイベントとかを通じてですね、日本の経済界の取り組みを発信したり、世界で何が起きてるのかっていうのをそもそも把握したりというようなことをしておりました。で、ここに、で、COP のビジネス関連なんですけど、さっき、道下さんの数字よりもちょっと増えちゃうんですけど、これビジネスフォーネイチャーっていうところが、団体が調べた数字だと、1400年ぐらい。ビジネスから参加してたんじゃないかと。で、あと、このマーク・カーニーさんって、これネットゼロ、これ気候変動の分野で、ネットゼロしようぜって呼びかけてくれてる人ですけれども、自然と生物多様性を含めるように呼びかけたりとかですね。あと、これも国際的な情報開示の枠組み作ってる団体なんですが、ここもですね、気候に加えて、自然関連も、ベースに、基準に、検討せよと。
言ったりとか、まあ、こんな感じで、ビジネスにすごい近いところに今来ております。で、これもですね、まあ、いくつかの写真なんですけど、これさっき、どなたかの話の中であった、交渉の現場が割とオープンな場合もあってですね、これ、さっき申し上げた目標15、これの交渉現場なんかも私も傍聴したりして、かなり人が入って、まあ、これ真ん中辺に交渉官の皆さんがいてですね、これ条約文書を見ながら、ああでもない、こうでもないってやってるんですけども、こんな感じだったり、まあ、ビジネスの方が集まるこんな朝の会合があったりとかですね、まあ、酒飲みながらそういうのを議論したりみたいな、こんなのに出たりして、あと、これちょっと飛ばしてですね。で、あとは、ま、出た人からは、まあ、交渉が難しいことがあって、要は、出てきたものを捉えてどう対応するかって考えがちなんですけど、一個一個こんなに難しくやってんだってことをみんな知ったとか、あとは、グローバルな機運の高まりを感じたりとかですね、まあ、自社で何ができるかっていうのを早期に検討しなきゃとかですね、まあ、あと、ネットワーキングができたよとか、まあ、だから日本国内で議論してても海外のことはなかなかわかんないので、まあ、そんな機会になりましたと。で、我々経団連としては、基金を通じた貢献、あ、今後どうするかなんですけど、基金を通じた貢献、それから、ま、環境整備ですね。この後国家戦略が出てきますが、まあ、それとかさっき言った情報開示の枠組みっていうのも今年出てきますので、まあ、そういったものに、どう企業が取り組んでいけるのかっていうのを発信したり、理解を増進したりしていこうと。で、あとは来月ですね、環境省さんと一緒に、シンポジウムもやったりするんですけれども、こういった発信。それとあと、生物多様性宣言っていうのを作ってるんですけど、まあ、こういったものを、見直し、改定をしたり、それの新たな賛同を呼びかけたりします。で、あとは、海外展開ということで、まあ、海外でどうしても議論されていることが今のところ多いので、特に欧州なんですけれども、まあ、そういったところの情報を、まあ、出てってですね、日本の経済界の取り組みを発信したり、あと今年サミット、G7 サミットが日本でありますが、それと並行してですね、ビジネスの B7 っていうのもありまして、まあ、それに向けて、我々も生物多様性分野の日本経済界初の何か発信をしていけないかなと思っております。はい。あ、以上ですね。収まりましたか？ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、経団連さんの方には先日河野さんとアセ東京ユースの代表の辻田総君と一緒にお話を伺いに行きまして、今後ともっていう形なんですけれども、美沙ちゃんどうでした？ビジネスの話だからね。はい、そうですけど、なんか最初は結構なんかビジネスっていうか経済とその生物多様性のなんか両立保全の両立みたいなところは結構難しかったりとかはあるのかなと最初から思っていたんですけど、なんか一個ちょっと質問があって、その先ほど加藤さんもおっしゃられてたように、なんか企業に大きな変化を求めるなんか決定がされたみたいな話をされていたと思うんですけど、それに対して結構企業はなんか負担だなとか、そういう嫌悪感みたいなのって結構抱いているんですかね？どうなんでしょう？ありがとうございます。嫌悪感、いや、両方あると思うんですけれども、まあ、新たなことをしなきゃいけないので、いずれにしても、今までは発表するような責務を負ってなかったんですけれども、まあ、そういった情報を新たに開示しなきゃいけないっていうことで、まあ、そういった意味で、まあ、新たな負担感が生じるっていうことへの抵抗感はあるかもしれないですね。まあ、ただ一方で、まあ、そういった持続可能なビジネスじゃないと、もうこの先、将来はないっていうことも皆さん分かってると思うので、まあ、だからそれをまあどのタイミングで取り組んでいくかっていうようなことだと思います。はい、なるほど、ありがとう。ただね、業種によっても違うんですよね。例えば地面をこれ批判でも何でもないんですけれども、例えば建設業とかだと地球を直接削ったりするわけじゃないですか。はい、それとかあと食料を提供する会社だったら、それ自然の資本を直接取ってきて製品にするですよね。で、我々のような、まあ、損害保険会社、まあ、それ紙いっぱい使ってたり、事業所を建てたりっていうことで、自然破壊してるとは思うんですけれども、まあ、そういった、食品とか建設に比べたらそうじゃない業種なんですよね。まあ、それぞれの、なんていうんですかね、捉え方の温度差っていうのはあると思います。ありがとうございます。じゃあ、まあ、今回のコップを受けて、かなり企業も、なんか、なんだろう、行動とか、そういう新しいことを増やしていくっていう感じなんですね。そうありたいですね。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、今回ビジネスセクターから先ほども1400名参加っていうので、かなり多かったのではないかと思って、またその TNFD だったりとか TCFD とか、まあ、そういったことが6月でしたっけ、 TNFD の
9月と言われ9月てでますよ、す。9月はでい。すよ。なので、多分そのくらいからまた、アセ東京でも、もし興味があれば、なんか勉強会とかも、なんかやらせていただければと思います。あ、だから、あれですね、3月28日に、最後の、ベータ版の最後の0.4というバージョンが出ると言われています。で、それを最後にして、で、最初のバージョンっていうのが9月に出ると。いう感じです。ありがとうございます。ではですね、次のスピーカーの方に移っていけたらと思います。水野ちゃん、よろしくお願いいたします。それでは次の登壇者の紹介をさせていただきます。11月のグローバルサミットにもご登壇いただいた、生物多様性グローバルユースネットワーク、ギブンの共同創設者のネリーナ崎山さんです。2010年、名古屋で開催された生物多様性国際ユース会議とコップ10に参加したことを契機に、ギブンを立ち上げ、世界中の生物多様性問題に取り組む若者のためのグローバルなムーブメントの構築に尽力し、2020年、イオン環境財団生物多様性緑賞を受賞されました。ユースの提言についてお話しいただきます。プレゼン時間は10分となっております。通訳はここからお願いいたします。プレゼンテーションが英語になりますので、ご参加の皆様は下の言語バーから日本語を選択してお聞きください。それではお願いします。はい、こんにちは。あ、みんな、大丈夫ですか？プレゼンは見見ええてて。ます。皆さん、プレゼンは見えてますでしょうか？見えております。日本語じゃなくて、すいません。ありがとうございます。So thank you so much for 皆さん、あ today. りがとうございます。この機会を与えてくださり、感謝します。そして、若い皆さんにいくつかのコップで話されたことについて共有したいと思います。Okay, so just very quickly from Gibbon is the 柑橘international. に気分について、インターナショナルユースプラットフォームコーディネーションについてお話ししたいと思います。で、これが、ネットワークの一部となっている世界です。参加しています。国際的なディスカッション、そして物質、そしてそれらに関する議論がなされているわけですが、ネットワークがこのようになっています。そして、簡潔に CBG の結果についてお話ししたいと思います。ネットワークは、ミーティングだけではなく、トレーニング、アクション、そして伝達も行っています。バックグラウンドをお伝えします。2017年と2022年に私たちは何千もの人々を一つにしました。そしてそれらは110の国から来ていました。そしてプライオリティに関して、GBF は地球の将来に関してどのようなプライオリティを持つべきかに関するのですが、世代間の平等、若者の参画、同じ益と同じ参加を過去の世代と同じようにもたらされるべきである。そして彼らも透明性のある教育から益を得るべきである。そして価値観が変革し、もっとフレンドリーでもっと共和する、自然と共和するものになるべきである。そして人々と自然とのアプローチが必要である。そしてこの世界のすべての人々が70%ぐらいが人々と先住民、ローカルのコミュニティから来ているわけなのですが、生物学的な多様性を維持していくことが難しくなっている。そしてそれによって、2020年以降の若者の提言をまとめました。そしてこれをたくさんの
COP の代表者たち、たくさんの国々に皆さんにディストリビュートしています。簡潔にここお伝えしますと、2018年にこのように始まりました。そして12月、去年の12月までの表なのですが、このようにたくさんの会議が行われました。討論したのはこのフレームワークに関してです。そして、ギブインはすべての会議に参加しました。そして、プロセス、キャンペーンに参加しています。で、若者のトレーニングも行いました。何がこの取り組みなのか、そして、インパクトについて、交渉のインパクトについて理解してもらうような教育です。そして、高坂さんがご説明なさったように、少しお伝えしたいのですが、若者が何ができるかです。まずそこにいること、存在すること、それでコーディネートができるような仕方でそうすること、クリアな目的意識、ビジョンを持って何を達成しているのか、プロセスにおいて、それが大事なんです。で、私たちの目的は、若者のプライオリティは存在感をこの枠組みの中で示すこと自体なんです。高坂先生がおっしゃったようにたくさんの交渉が行われました。たくさんの国々、たくさんの意見を持ってです。で、一つの議論の場に集まったわけですが、若い人々たちは同じ国の代表者としてもポジションを持って参加することはできません。政府と同じ立場ではないんです。ではどのように影響力を与えられるでしょうか。メディアに話すことができます。介入することができます。オブザーバーとしてです。アクションを作ることができます。私たちはマッチを行いました。4000人以上の人がモントリオールの都市のこの通りでマッチを行いました。ものすごく冷たい温度の中です。そしてパビリオン、ユースのイベントです。このようにサイトで行われました。道家さん、加藤さんがおっしゃったようにネイチャーポジティブというのはタイトルなのですが、中にいるだけでは十分ではないんです。より良いもののために戦う必要があります。プレッシャー、トーク、政治家たちとの対話、産業界との対話を通じて、日本の環境省の長官との対話、そしてアクティビティを行いました。国々で、そして地元のコミュニティにおいてです。で、国際的な交渉がこのように現場で行われています。そして政策の用語についてお話しします。まずポジションをビルドします。そして代表団と一緒に対話、議論に加わります。で、この結果についてなのですが、これがピンミモントリオール枠組みなのですが、そして簡潔にお伝えしますと、私たちにとって最も大きな結果の一つは、やっと私たちは参加という目的と2020年目標があったのですが、IPLC の参加、先住民の参加、女性、子ども、若者たち、そして環境の保護、名古屋、愛知目標がありました。全体のこの枠組みの長所としては、性別間の平等、そしてインクルーシブな参加、公正へのアクセス、人権に基づくアプローチ、性別間での平等等があります。問題に関しては、
たくさんのソリューションがあり、言語がありました。と産業界においてはたくさんと環境に悪いことが行われるわけですが、と規制がないこと、そのような弱点もありました。そしてターゲットに関して少し言及しますが、22では包括的皆さんのコミュニティをすべて含めた努力、3年4年前と比べてこの枠組みがとなるべく多くのプライオリティを包括すること、そしてと調整し参加しとキャパシティを立てること、でそこにまず存在し参加し私たちの言論を表明することです。トレーニングを継続しレビューアップデートのプロセスを継続すること、そしてと公正な平等なアプローチのために表明すること、そしてたくさんのビジネス、たくさんの政府関係者がいました。でこの枠組みはとてもとローカルのレベルでとインパクトがあるものとなります。時間内にすべて話せたといいのですが、もし質問がありましたらお受けしたいと思います。皆さんありがとうございました。メリーナ、多分皆さんにも少し難しかったかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと時間の制限があるのであれなんですが、この CBD というか、まあ、セルセオ製のこのグローバルユースバイオダイバーシティネットワーク、まあ、通称ギブンって言ってるんですけれども、本当に今回多くの子たちが来ていて、まあ、本当にすごいユースですけれども、本当に先ほど、まあ、ターゲットの中にユースが考えた文言が入っているっていうのはやっぱりもうすごいなっていうふうに私はすごく思っておりますし、まあやっぱりちゃんとそういった何ですかね、まあ提言だったりとかも本当にアドボカシーのチームがいたりとかするので、かなり本当に皆さん勉強しながらいろいろやりながら、まあこうやって反映されたのっていうのはまあすごいなっていうふうに私は思っているんですけれども、みずなちゃん聞いててどうでしたか？いやそうですね、なんか一個印象にすごい残ったのが、その若者としての今回そのプライオリティが、その若者の存在感を会議の中で示すことっていうのが、なんていうかその会議の内容、その性別多様性に関するってことよりも、なんかなんていうかそういうことが大事だって言ってるのを聞いて、ああなるほどなっていうのはちょっと感じましたね。はい、河野さん、ちょっと難しかったですかね今回。ありがとうございます。思いは伝わりました。まあでも、まあやっぱりいろんなこう、やっぱり若者たちがこの決定機関に関わっていく重要性っていうところが、やっぱり、またインパクトにつなが、まあね、たくさんのこう、ユースが関わることによって、それがインパクトにつながっていくっていう部分においては、アスデ東京も今、ユースのコミュニティを、2年ぐらいかけて作っていて、やっぱりこのアスデ東京という組織の中でも、ユースの、メンバーのコミュニティが増えていくと、その、この、まあ、アスデという中で行われている、そのプロジェクトに関しても、やっぱり影響力っていうのはすごく持ってくるようになるというか、やっぱりこう、ユースの声っていうのを、やっぱちゃんと取り入れてこう、行こう、行かなきゃね、やっぱり、自分たちも変わらなきゃねっていう、そういうきっかけにやっぱりすごく なるなというふうには認識していて、やっぱりそこが多分メリーナさんの活動ともつながるところなのかなと思うので、まあ、私たちのこの、まあ、ユースとも一緒に何かこう、できればなというふうにはすごく思ってます。はい、そうですね、今年の5月の生物多様性の日にも、まあ気分の力を借りようかなという企画を今畑さんとしておりますので、まあ、そのあたりをまた今度皆さんにシェアさせていただければと思います。ではですね、次の登壇者の方を水奈ちゃんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは次の登壇者の紹介をさせていただきます。
一般社団法人、JLF、日本環境法律家連盟事務局の三石明美さんです。全国各地の環境訴訟に取り組む弁護士のネットワーク団体 JLF の事務局として活動されています。また COP10 をきっかけに世界中の先住民族や地域コミュニティの代表者との関係を深めていらっしゃいます。生物多様性における先住民族と COP15 における先住民などのことをお話しいただきます。プレゼン時間は10分です。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、頑張ります。写真見えてますかね。はい、見えております。はい、まず最初にちょっと先住民とは違うんですけど、この写真を見ていただけたらと思います。女性がどんどん。三石さん、すいません、はい、カメラをオンにしていただけると。カメラはオン。はい、今テキストが、はい、はい、ありがとうございます。はい、見えますかね。はい。よし、まず最初に、今から10分で。はい、今から10分で大丈夫です。ですね、資料が消えてしまいました。は？もう、ごめんなさい。ごめんなさい。もう、時間のプレッシャーに怯えております。毎回怒られるので。今から10分でいきますね。はい。はい。まず最初にこの写真を見ていただければと思います。神奈川県の行政が出している女性がどんどん主役になるっていう男性がいっぱい並んでる写真です。女性が参加できる社会を作るっていうのを決めるのが男性であるっていうので、私はとっても不思議だと思うんですけど、この写真不思議ですよね。変えなきゃいけない社会っていうのが前提にあって、そのシステムをどう変えるかっていう時に、その当事者がどこにいるのかっていう視点を持ってこれから聞いていただければと思います。まずちょっともう皆さんから説明があったと思うんですけど、 CBD コップっていうのは締約国会議なので、締約国と非締約国の人が来ます。それから国連機関や国際機関の人と、あと先住民 IPLCs っていう人たちは一応大きな会議の中では発言をすることを許されています。から時間に応じてもらえるグループとして NGO だったりユースだったりウィミンだったりっていうのがあります。からオブザーバーでビジネスの方やメディアの方、学者の方なども参加されたりしています。で、写真は飛ばします。毎朝その本会議で発言をできるので、本会議の動きだったり自分たちの政府にどういうふうに働きかけをしようかっていうような会議を毎朝2時間やって、先住民の人たちは会議に臨みます。国によっては先住民省っていう、その外務省とか環境省みたいな形で先住民問題を限定して扱う賞を持っている国もあるので、例えばカナダの先住民賞の人は一緒に参加されたりとか、過去にはそういったこともあったり、からメキシコの今回デリゲーションの人とかは先住民で今までのコープに来られた方がメキシコ代表団の交渉に入られたりみたいな形で、日本政府とはまた全然立場の違う国なんかでは先住民の人とかなり連携を取りながら締約国会議に臨んだりされています。で、生物多様性条約にはお配りしている資料にありますので、後でじっくり読んでいただければと思いますけれども、先住民が参加することっていうのをもう条文の中に入れています。先住民の人たちの参加っていうのが、その生き物を守る、生態系を守るっていうことだけではなくて、生態系を守っていくための価値だったり、生態系の守り方について、その人権侵害があったりしてはいけないっていうような、そういったその構成だったり変えなきゃいけないっていう側面をより重視して行動しています。で、じゃあ先住民って一体誰っていう話になるんですけれども、これは国連先住民族の権利宣言っていうのが出ていて、そこを見ると少し分かりやすいかと思います。これも資料には書いてありますので、後でじっくり読んでいただければと思うんですけども、国連って国単位で加盟するので、近代社会になってからの国が参加するって、そうなると近代社会になる前にその場所で生活していた人たちが、近代社会になっていく時にその政策的な決定権とか奪われてきている人たちだっていう前提があるっていうことを掴んでいただければと思います。で、ILO のように労働問題をやっているところなんかでも先住民問題っていうのは深く取り扱っています。強制労働なんかもやっぱり起こったりするので、先住民問題っていうのは人権問題と切り離せないっていう前提があって、その人権問題をこう
きちんと解決していきながら生物多様性についても守っていかなきゃいけないっていうふうに考えているっていうのをご理解いただき、もう今日それだけ理解いただければいいかと思います。で、実際には画一的な定義はありません。国によっても違うし、地域によっても違うし、どこが植民地を作ってきたかみたいなことも違うし、日本の場合アイヌ民族は先住民族って言われてますけれど、沖縄の人たちは先住民と同じような歴史を持っていても先住民っていうふうに国も認めていないとか、そういったものもあるので、こういった要件がある人たちが先住民っていうふうに語れるっていうものはありませんが、こういった要素があります。で、この先住民の権利宣言の中でも、同化を強制されない権利とか、土地の資源や返還を求める権利、それから自治を求める権利とか、伝統的につながりを持ってきた土地や資源を利用する権利みたいなのが先住民の権利である、これを実現して国連全体で実現していかなきゃいけないんだっていう権利宣言があります。このあたりがすごく生物多様性条約とも考え方が近いところです。で、一つだけ理解いただきたいのは、そういった先住民の人たちっていうのがいて、で、やっぱ素敵な儀式だったり伝統的なアクセサリーだったりそういうのを持ってるから、私たちも実感として先住民って近いなって思うんですけども、その集団としての権利っていうのが個人として差別を受けないっていうのと別にあります。で、このサンタクララプエルボロ事件っていうのは、その先住民の女性が結婚するときと男性が結婚するときとで、その民族の位置づけの扱いが違っていたっていうことで、これは個人女性男女平等に反するんじゃないかっていう裁判が起こったときに、やっぱこれは内部のその先住民の規範っていうのをまず第一に尊重しないといけないっていう判断が出たっていうので、とても象徴的な事件です。で、そういったその先住民の人たちには先住民のグループの独自の考え方があるっていうことをきちんと認識しておかないと、一方で何ていうか女性のことを男性が考えますみたいなことを私たちもやりかねない、マジョリティである私たちはそこは常に意識しながら付き合っていかないといけない要素だというふうに思っています。で、COP とかの場所においても、その対等な権利とか集団としてその対等な意思政策決定、意思決定の中に重要な概念として、もう絶対知ってこれが分かんないと話ができないって言われるのがエウピクっていう概念です。これはもう強制されることなく自由意思で自由意思で判断されること、それから例えば工事が始まった後で反対言ったってしょうがないよねみたいなことが日本でも起こりがちなんですけど、そうじゃなくて始まる前にきちんと情報提供がなされること、始まる前にそれはなされることで、それをきちんとコミュニティの人たちが同意を持って、それで一緒に開発を進めていこう、一緒に管理を進めていこうっていうのがFPIC ってなります。この、土地の問題以外にもいろんなことで、その先住民のすべてにおいて FPIC っていうのが要素になってきます。で、こういうことが守られないと自分たちの土地を大規模開発されるっていうことで、もう亡くなったりする人が世界中で300人、毎年何百人って言われています。で、殺人事件とかの遺体になって発見されたりする人たちもいっぱいいるので、こういった状況もあったりします。で、ネイチャーポジティブっていうの、今回の話題にすごくずっと出てますけれども、やっぱ道家さんも言ったように、ネイチャーポジティブ風な行為っていうのがあるんじゃないか、それが科学的な定義がないんじゃないかっていうようなことを NGO が言っていたり、からユースの人たちもユースウォッシュっていうのを発言されていました。で、オープニングステートメントを聞いて、やっぱりそのユースが真剣に取り組みたいって言ってるのに、大人たちが先延ばしにすることへの怒りだったりとか、からユースが一緒に活動してんだよって言って、実際にポジティブウォッシュ風な、ポジティブウォッシュっぽいような行動に、そのユースも参加してんだからってオーソライズしたりするような、そういったことをそのする大人たちに対する怒りを抱えた告発だったなというふうに、私は本会議の中でユースの人たちが発言したのを聞いて思いました。で、ここから個別のターゲットの話はもうちょっと飛ばしたいと思います。30 by 30って言って、2030年までに、陸海域の 30% を保護区にする、保全地区にするっていうのだけは一応伝えておきたいと思います。そういった場所も先住民の伝統的な地域領域であるっていうことを認識すると、先住民の地域社会を尊重してほしいっていった、そういった文言が入っています。で、どうしてそれが必要かっていうと、この
今ちょっとごめんなさい、テキストが見えてますけど、オーストラリアのこの土地見ていただければ分かると思うんですけども、この色で分かれている地域っていうのは先住民の地域です。で、30% を保護区にするって言って直線でドーンって引いたら、真ん中辺に住んでる人たちが自分たちの土地に入れない、お墓参りにも入れないみたいなことがあります。なので、いいことをしているからといって、やっぱりそこの判断を尊重してほしいっていうのを言っています。で、この辺はもう飛ばします。で、基本原則の中に先住民の、完全でかつ効果的な参加を尊重するとかから、さっき紹介しました国連先住民の権利宣言っていうのを尊重する。で、今ある権利だけじゃなくて将来彼らが持つであろう権利についても、この GBF がちゃんと尊重するものでなくてはならないといった基本原則が出されています。で、議場の中だけ見ているとすごく先住民今回いっぱい存在感も大きかったし、あれだったんですけれども、高坂先生 のお話の中にも紹介ありましたけれど、オープニングステートメントの中で、こういったデモ行為がありました。これはもう毎週のように先住民の女性がヘイトクライムで遺体になって発見されているっていうのがカナダでは今すごく大きな問題になっています。で、やっぱりこう目標を決めようっていう時には変えなくてはならない現実があるから目標を決めるんだっていうことがあって、先住民の権利っていうのを強く言わなくちゃいけないっていうことは、それだけまだ先住民の人たちは現実問題としてしんどい状況にあるんだっていうことだけは、ちょっとこれから先住民のことを、これからずっと存在感増していくとは思いますけれども、先住民のことも考えるときに頭に入れて聞いていていただけるといいなと思います。以上です。ありがとうございました。なかなかその、はい、ありがとうございます。なかなか日本にいるとその先住民っていうのがその先住民族の方々の、そういうカルチャー的なことっていうのは非常に浸透しているような感覚はあるんですけれども、やはり権利だったりとか、やっぱり彼らが環境保全の最前線にいる中殺されてしまったりとかっていうのは、なかなかその日本のメディアとか、一般の方々にまでは伝わっていないのかなと思うんですけれども、ミザちゃんどうでしたか、先住民のお話を聞いて。そうです、なんか、いや、結構私はもちろん私の周り、もちろんというか私の周りに先住民の友達とかがいないので、あんまりこう現実味がないというふうには感じていたんですけれども、やっぱりそのあれでしょうね、その生物をなんだ、保護区とかを決めるにしても何にしても、その地元とかそこに住んでいる人たちとの、対話と尊重がやっぱ大事なんだなと思って、そこは日本にその先住民が多くなくてもなんか生かされなきゃいけない、その土地を何かこう掘ったりとかそういうのをするときはしっかりそういうことを心がけていかないといけないなとは思いました。はい、そうですね、IPLC っていうふうによくコップでは言うんですけれども、先住民とローカル地域っていう形でローカルコミュニティっていう風になっていて、日本だと、その文化的なところとかだと、コミュニティ、ローカルコミュニティの方に入るのかなっていう感じはしますけれども、先住民の権利っていうのはやはり日本からはその参加っていうのはないというのが現状にはなっています。で、今回ですね、一応国連の先住民の権利宣言なんかにはアイヌの民族の人たちは参加されたりしています、日本からも。はい、ありがとうございます。で、今回三井さんの方から少し、クラファンのお話、アイヌのサケ漁の話が今あるんですよね。こちらの方ちょっとシェアいただいたので、ちょっと簡単にご説明いただければと思います。ありがとうございます。さっき先住民の話しましたけども、日本でも伝統的な漁業と漁業権を持ってその収穫量を管理するサケ漁とやっぱちょっと違っていて、でアイヌの人たちは神様に漁が始まる前のお供えとしてこう取ったりするっていう、その売ったりするためのものじゃない儀式のためにサケを取ったりするようなことをされたりもしてるんです。で、それをやったらその日本の漁業法に反対してるみたいな刑事裁判になっちゃったりとか、実際あまり知られてないんですけれども、そういったこともあったりします。で、フィンランドでやっぱり同じようなサーモンの
取って生活しているサーミの人たちがあのフィンランドでずっと裁判されてたんですけど、自分たちの生きる術としてやってることが犯罪になっちゃうっていうのでやってたんですけど、あのフィンランドの最高裁判所で去年あの先住民の権利はあの尊重されなくちゃいけないっていうような判断が出たっていうこともあって、あの日本でその裁判に取り組んでいる人たちがあの、まあ、世界各国のそういった事情をあの勉強したり交流したりするシンポジウムをやりたいっていうのに今クラウドファンディングやってますあの若者は関心を持って聞いていただけるだけでお金出せとは言いませんけど、あの今回聞いてらっしゃるお金のある皆さんはぜひあのクラウドファンディングにもご協力いただければありがたいです。進歩北海道なんですけど、きっとあのオンラインで またあの公開もされると思うので、関心持っていただければありがたいです。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。本当はですね、この後に三井さんに話していただいて、あの先住民族の方を今回呼ぶ予定だったんですね。で、あのポスターを最初のポスターを作った時点ではあの参加 OK だったんですけれども、ちょっとその後あの予定とかがちょっと合わなくなってしまいまして、今回先住民の方から あの参加っていうのはないという形で、ただあの今後ともその三井さんだったりとか、その義文だったりとか、まあ、先住民の方々との あのコネクションがあったりとかあるので、また今後もいろいろと関わっていただけたらなっていうふうに思っております。はい、ありがとうございました。では、みずちゃん、次の登壇者のご紹介をお願いいたします。はい、それでは次の登壇者を紹介させていただきます。UNDB ウィミンカーカス生物多様性女性グループのコーディネーターのアメリア・アレグイン・プラドさんです。10年以上非政府セクターで従事し、女性と女児の権利を主流化しながら民主的な環境ガバナンスを推進されてきました。生物多様性とジェンダーというテーマでお話しいただきます。ですね、アメリアなんですけれども、メキシコに住んでおりまして、あの朝が非常に早いということで、今回あの録画の方をいただいております。なので皆さん、こちらの録画の方を今シェアさせていただければと思います。それでですね、アメリアの方なんですけれども、この録画がですね、資料が投影されていないので、あの今チャットの方に資料を共有させていただきましたので、皆さん自分のところで開いてあのアメリアの話を聞いていただけたらと思います。ではあのスタートさせていただきます。 Good day everyone。 こんにちは、皆様。アースデイ東京、そして秋元真理子さんにこの素晴らしいイベントにお招きいただいたことを感謝いたします。私はアメリア・アレギン、UNCBD の女性コーカスコーディネーターです。今日お話したいのは、なぜジェンダーが生物多様性問題になるかの要素についてです。まずジェンダーは役割、それから責任、権利、期待、責任として、定義されています。社会文化的に男性または女性と二元的かつ制限的に関わっています。それら社会的に構成され、時間そして空間的に結びついています。生物多様性は三次元的なものです。個々の環境的行動、そして自然との関わり、環境劣化の影響、その3つです。ここまでで分かっているのは、行動は自然、生物多様性、水と土地の管理に関し、ジェンダーによってその条件が変わる、つまり男性、女性の態度や考え方によるものだということです。女性への、女性へのジェンダーの役割は、家族、そして所有地、畑、家事の世話であり、男性の世話は一方、家族に食料を調達することであり、それは競争や生産と関係しています。で、この社会的役割は環境と相互関係があります。女性の仕事は家族の世話、そして食事、健康、環境の監視と保護など、自然との関係では奪うのではなく存続的な役割を担っています。同様に
環境の悪化、そして生物多様性の損失、生態系への影響は社会システムに影響を与えます。これらの社会的動態は不平等で特徴が見られるため、環境への影響は社会の不平等、そしてジェンダー不平等を悪化させます。また日常生活の中ではさまざまな責任が女性にはあります。土地や水の管理など社会的に認識されているのは不平等やヒエラルキー、従属の状況があっても、同時に女性は日々の仕事をいかにきちんと行うかで意思決定をします。ですので、必要なのは分析なんです。女性が多様性の形成管理使用に貢献しており、不平等の犠牲になっているだけではないことを分析するという点です。女性と生物多様性の関係の例を農村生活で挙げてみます。種子の保存、食べられる、また薬になる植物を栽培する、水の管理、裏庭で家畜を飼う、燃料や焚き木を集める、工芸作りは支援する経済活動の一環であります。今必要なのは活動の違いは重ではないということです。嘘ではなく、ここにヒエラルキーがあり、認められる活動とそうではないものがあることに目を向けるべきなのです。この不平等には6つの側面があります。まず権利とアクセス。一般的に男性は土地へのアクセスや管理ができます。資源のアクセス管理ができるということです。そして2つ目、脆弱性。女性と男性の資源の使い方が違うということです。社会の変化や実践による影響も違ってきます。3つ目は意思決定。ステレオタイプや時間の制限、そして女性の教育レベルが低いことから、女性は意思決定プロセスには入れません。4つ目、知識です。資源の使い方が男女で違うことから、その知識も変わってきます。5つ目はリスクです。ある態度、例えば女性の能力が低いとする、自信を失う、それから情報へのアクセスが少ないことは、生物多様性の損失の影響を受ける女性のリスクを高め、管理への反応が薄くなってしまいます。6つ目は役割と責任。活動や仕事の違いが男女間にはあります。そのために立場が変わってくるんです。特に賃金のある労働においては違いが出てきます。しかしこれを念頭において、ここで大事なのは変革を起こしていくということです。ここでお話ししたいのが公正への入り口、正義への入り口です。まず政策改革、女性のチャンスということで、土地や資源の所有や管理ができるべきだということ。2つ目は制度上の能力開発を行う。政治、政府や当局は知識や資源をジェンダー多様性政策に用いるべきです。3つ目、多くの組織と橋渡しするメカニズムをつないで、地方や地方地域社会で先住民の女性が尊厳ある生活を送ることができるようにしなければなりません。4つ目はジェンダーに応じた予算編成をスタンダードとして、基本的賃金投入や戦略が必要だということです。5つ目は新技術へのアクセスを保障することです。女性の活動の中で持続可能な生物多様性の使用を効果的に行えるよう、ここではさっとなぜジェンダーが生物多様性の問題なのか話してきました。皆さんに COP15 で最も関連性の高いニュースをお知らせします。2022年12月、カナダのモントリオールで女性が歴史を作りました。長い集団的提唱の結果、初めて独立したターゲットとしてジェンダー平等がグローバルバンダー大をバイオダイバーシティ生物多様性枠組みの条項に加わりました。そしてジェンダーアクションプラン2020年後の宣言もなされました。特にセクション C では枠組みの成功はジェンダー平等、女性少女に力を与えること、不平等をなくすことにかかっているということです。またターゲット22は締約国に対して求めています。意思決定の完全で公平で
包括的で効果的で全団体をした代表と参加および先住民族と地域社会による生物多様性に関連する正義と情報へのアクセスを確保し、彼らの文化と権利を尊重することを確保するということです。土地、領土、資源、伝統的知識並びに女性と少女、子どもと若者および障害者によって保護され、人権、環境、擁護者の完全な保護を確保します。またターゲット23は帝国ホテルに対し、すべての女性と女子が平等な権利を求めることを含め、条約の3つの目的に貢献する、平等な機会と能力を有するジェンダーに対応したアプローチを通じて、フレームワークの実施においてジェンダーの平等を確保することを要求しています。土地と天然資源のアクセスと生物多様性に関連する行動、関与、政策、意思決定のすべてのレベルでの完全で公平で有意義で十分な情報に基づいた参加とリーダーシップです。最後に私は次のように述べて締めくくりたいと思います。世界中の女性と少女は無力な犠牲者ではなく、生物多様性の積極的な形成者、保護者、擁護者であり、私たちはターゲット23、22、そしてジェンダー行動計画がすべての地域で実現するように、今こそそれを展開し効果的即時に実施する時だということです。ご清聴ありがとうございました。今後の議論や協力についてはお気軽にお問い合わせください。はい、ありがとうございました。アメリアの方から、ジェンダーと、生物多様性についてと、今回の COP15 ではですね、ジェンダーの独立したターゲットができたっていうのは、やはりそのウィミンの中ではすごく大きなことでありました。で、なんか少し付け加えるとですね、このジェンダープランオブアクションっていうのがあるんですけれども、これは、ジェンダーの行動計画っていうのが別個できているんですけれども、最初この中にですね、セクシャルオリエンテーションとかセクシャルアイデンティティ、性的指向とかそのアイデンティティっていう言葉が入っていたんですけれども、実はですね、やはりこういった言葉ってっていうのは、そのジェンダーっていうと男女っていうだけではなくっていうところのあれから来ているんですけれども、その言葉っていうのがやはりそのある国とかではやはり自国の法整備ができてないから取ってほしいとか、あとバチカンがその印象的な発言をしたんですけれども、そういったセクシャルオリエンテーションだ、セクシャルアイデンティティだっていうふうに入れてしまうと、その個人の人格っていうものが制限されるのではないかみたいなことは、このジェンダープランのバーアクションのところで議論というか少し話されたことになっております。はい。で、この間ですね、IUCNJ のところで私はジェンダーの、話をさせていただいたんですけれども、すごいジェンダーと、生物多様性の保全ってどう関係あるんですかっていうのを結構質問いただいたんですね。ただやはり女性っていうのはすごく環境保全というか生物多様性の保全の最前線にいたりとかっていうのがあるので、やはりその辺は皆さんも頭に入れておいていただけたらいいのかなと思います。みずなちゃんどうでした、聞いてみて。はい、そうですね、私もその同じように、なんか生物多様性とジェンダーってどう関わってってるのって思ってたんですけど、今のアメリアさんの話を聞いて、なんかこういう、例えばなんか農業とか、先住民のそれこそ三石さんがさっき話してくださったように、その権利の問題とかそういうことで関わってくるんだなと思って、なんか最後アメリアさんが話されていたように、そのやっぱ教育、その格差をなくしていくとか、その教育をしっかり女性にやっていくってことが大事だっておっしゃってたんですけど、もちろんそれも大事だって思っている。その上でやっぱ男性にもなんていうんですか、そのジェンダーというかそういう教育、なんか女性を受け入れるみたいな教育をしっかりして、双方の教育がやはり必要なんだなということは思いました。はい、で、あと LGBT もやはりこういうところに入っていかなければいかないということは、ウィミンカーカスの中でも話をしていたので、なんか全体的包括的ななんかエデュケーションがあるといいなというふうに思います。で、なんか今アメリアとかとも話をしていて、日本でやはりそのジェンダーと、地球環境みたいなテーマでっていうのはなかなかすごくまだ新しいというか、わからない人が多かったりするので、どこかでワークショップをやろうかっていう話は一応話をしております。そういった時にね、水野ちゃんとかもぜひ来て、来ていただけたらいいかなっていうふうに思っております。はい、では次に
はい、それでは、最後の登壇者の紹介をさせていただきます。アースデー東京理事、日本野菜テロワール協会事務局の秋元真理子さんです。アースデー東京にて、バイオームさんとのコラボ企画、また自然と文化をつなげる絵本や着物プロジェクトもやっておられます。COP15 での自然と文化についてお話しいただきます。プレゼン時間は10分となっております。よろしくお願いいたします。はい、続けて私が喋ってしまって大変恐縮ですけれども、すごく難しい話が続いたので、まあ、少しネイチャー&カルチャーというところで話をさせていただければいいかなというふうに思っております。まあ、ネイチャー&カルチャー、まあ、文化多様性だったりとか生物文化多様性っていう、まあ、その定義っていうのはですね、まあ、一応日本だとこの本しかまだ出版されていないようで、なかなかまだ新しい定義、本来だったらもっと昔に定義はされていたようなんですけれども、まあ、日本ではなかなかまだ新しいコンセプトになっているようです。とはいえ名前とかコンセプト、タイトルみたいなものは新しいかもしれないんですけれども、私たちやはり日本人が今まで生活してきたことっていうのはすごく生物文化多様性に関わってきております。で、まあ、ネイチャー&カルチャーどんなふうにCOPでされていたかっていうとですね、まあ、COP っていうのは基本的には交渉の場なんですけれども、12月の11日と12日はですね、まあ、やはりその2週間やっていても皆さん疲れてしまうので、ここはちょっと小休止的に交渉がなかったんですけれども、この時に、まあ、ネイチャー&カルチャーサミットっていうのが行われました。でですね、このネイチャー&カルチャーサミットなんですけれども、総勢60人以上でしたかね、の登壇者がいらっしゃいましてですね、本当にもう皆さん5分ずつぐらい今日のあれよりも本当に短い感じで皆さんお話をされていたんですけれども、まあ、大体ここに書かれているようなことを話していたんですが、少しですね、やはりその何を話していたか、私がちょっと印象に残ったことだけをシェアさせていただこうかなっていうふうに思ってます。で、このサミットではですね、何人か何グループかの先住民の方々がその音楽の演奏、自国の本当に伝統的自国というよりはその彼らの民族の伝統的な音楽っていうのを披露してくださいました。で、まあ、私の本当に雑感って、まあ、本当に60人が話す、で5分間このテーマについて話すってなるとですね、本当に皆さんいろんなことを話すので、何か一つまとまったことがあるっていうわけではなかったので、まあ、私が本当に受けたものっていうのだけシェアさせていただきます。ただですね、こちらはですね、 YouTube の方でこの CBD ライブっていうふうに検索してもらうと分かるんですけれども、こちらの方にネイチャー&カルチャーサミットって見れますので、皆さん英語を分かれればこちらの方もご覧ください。で、私の雑感としてはですね、まず、まあ、オープニングのところに先住民の言葉があったんですけれども、まあ、その方がおっしゃっていたのが、まあ、マザーアースが犠牲になっていて、で、まあ、熱を出して病気になる。でも今それっていうのはグローバルウォーミング、まあ、温暖化っていうふうに皆さん言っています。で、地球が震えていて、だけれどもそれは地震と呼ばれています。で、地球っていうのは売って買うものではなく、そういうものではないんだっていうことをすごく主張していました。で、私たちがやはりケアしていた時代に戻るべきなのではないかということをおっしゃっておりました。でですね、文化の部分ではですね、こんなことも言って、他の方なんですけれども、まあ、自然と文化っていうのは常にお互いが影響し合っていて、で、今回のこのネイチャー&カルチャーサミットの登壇の方っていうのは、すごく先住民グループの方がすごく多かったんですね。で、彼らの話によりますとですね、やっぱり彼ら、このカルチャーっていうのはですね、自然の摂理である。で、カルチャーという言葉自体が西洋的な考えですっていうふうにおっしゃっておりました。で、文化に関して言えばですね、今はイマジネーション自体もクライシスであるというか、もうそのアートクライシスみたいな感じで、そういうふうに言ってました。だからイマジネーション、自然との関わりが切れていくことによって、まあ、イマジネーションもやはりその、だんだんやはり、まあ、低下していくっていうふうに見ています。で、この文化のところにですね、その、まあ、彼ら、まあ、先住民の方々が話しされてたのは、そのサイエンスっていうのは、
まあ、理解もしやすいし、コミュニケーションも取りやすい。で、データもあるし、アクセスもしやすいけれども、それは私たちの心には何も届かないと。まあ、そこっていうのは、どうやって自然と暮らしていることを伝えられているのか、本当に伝わっているのか。で、私たちがやはりその自然と一緒に暮らしているっていうのを伝えられるのは、本当のその文化やアートであるっていうふうな言葉もありました。で、ここにですね、言語の多様性と伝統知識っていうふうに書いてあるんですけど、まあ、言語の話になりますとですね、その言語っていうのはですね、その土地と自然に大きくつながっているものであると。で、そこに住む人々が自然の中でどう生きてきたかが その言葉に表れている。で、言語イコール自然へのリスペクトっていうふうになっています。その言語っていうのは、その先住民族の言語だったりとか、まあ、その日本で言えばその、まあ、アイヌ語だったりとか、まあ、琉球の言葉だったりとか、まあ、そういうのが言語、まあ、日本語も言語ですけれども、でまあ、日本語の場合、その方言を言語とするのかっていうのはちょっといろいろとあると思うんですけれども、方言も多分こういったコンセプトの中には入ってくると思います。で、伝統的知識っていうのはそういった言語の中にも含まれているし、言語があるから次世代へと受け継いでいくことがある。で、その言語がなくなってしまったらですね、伝統的知識も永遠に失われるというふうに言っていて、でですね、結構衝撃的だったのがですね、約2週間に1言語現在失われているそうです。で、現在、まあ、2680言語あるというふうに言ってました。でですね、ここの指標の部分なんですけれども、この指標に関してですと、マヤ族の方がで、マヤ族、これがマヤ族なのかちょっと分からなかったんですけれども、マヤカレンダーの話をしていまして、そのマヤ族では、そのマヤカレンダー自体がインジケーター、まあ、それが指標である、それが私たちのそもそもの指標であり、自然の中にシグナルがあるというふうに言っていました。で、まあ、そのインジケーターの中で、まあ、今、生物多様性の生物文化多様性の指標自体がないっていうのは、これはギブンの子が言っていたのかなで言ってたんですけれども、でもその生物文化多様性の指標自体は、実はそのコミュニティがそれを持っているっていうふうに言っていて、なので教育っていうのはやはりコミュニティベースのものも必要であるっていうふうに言っていました。で、エデュケーションの部分なんですけれども、まあ、エデュケーションでは、まあ、現在野生生物とか野生動物を見たことない子どもも多いっていうふうに発言されていた方がいまして、で、今は自然に対する感情的なインタラクション、なんかエモーショナルインタラクションがすごいなくなっているというふうにも言っていました。で、そうなったときにどうしたらいいのかっていうと、まあ、コミュニティガーデンなどの教育システム自体を変えなくてはいけないんではないかっていうような感じで、まあ、総勢60名以上が登壇されまして、いろんな話をされておりました。で、COP15 のアウトカムとしましては、その生物多様性と文化の関連性に関する共同作業プログラムっていうものが採択されています。で、これがですね、その環境省さんの方で仮訳が出ているのかちょっとよくわからないんですけれども、こちらのリンクに英語があるので、まあ、皆さんちょっと興味があれば読んでいただければなっていうふうに思っております。で、ここなんですけれども、まあ、先住民族と地域社会だったりとか、生物文化多様性、まあ、生物文化遺産、まあ、環境教育を通じた、まあ、生物文化多様性とか、まあ、伝統的知識、やはりそのただアート、ただ文学、ただ芸術っていうのではなく、やはりその生態系ベース、まあ、そこの土地に根ざした生態系から来る、まあ、やはりその生活様式だったりとか、そういう文化様式、そういったものを、まあ、どうやって保護していくか、まあ、それが環境保全につながっていく、まあ、そういったことが書かれておりますので、皆さん興味があれば読んでいただければと思います。で、まあ、アーセ東京もですね、すごく自然と文化っていうのは、2014年、2015年と、まあ、こういった形でやってきたりとか、近年ではですね、市川團十郎さんに、自然に関わる絵本を読んでいただいたりとか、まあ、あとは着物だったりとか、ユースの子がですね、塩沢紬の館長さんを読んでお話しされたりだとか、まあ、あとは座禅だったりとか、その和紙、その1300年の、小川町の
和紙とかを使ったあの畑さんの折り紙だったりとか、そういった活動もしております。で、慢性東京2023年なんですけれども、5月22日の国際生物多様性の日、これをですね、私たちは国際生き物多様性の日として、まあ、今年のキャンペーンというのは、子どもたちと料理を通じて、まあ、食材のことをよく知って、で食となる、まあ、命に感謝する日にしませんかということで、命をいただきますキャンペーンというのをやっていこうと思っておりますので、あの皆様方ご協力いただけたらと思います。また、あの4月の22日はですね、和踊りみたいなこともやっていますので、あのぜひ宮下公園にいらしていただければと思います。で、4月15、16日はあの代々木公園の方で普通に明日で東京やっておりますので、あの皆さんまた来ていただければと思います。はい、それでは私の方から以上となります。マリコさん、ありがとうございました。はい、じゃあミサちゃんとかあの小野さんとかそうですね、なんかそのグローバルサミットが11月にあったタイミングで、私も今新潟県の田舎の方に住んでるので、新潟のその南魚沼市ってところなんですけど、南魚沼市のこうなんていうんですか、地元に根付く文化とかを調べてみたんですけど、やっぱこうなんだろう、まあそれ雪とかお米とかを生かしたものがあって、まあやっぱ素敵だなと思う反面、まあなんかやっぱあの継承者がいなかったりとかがの問題があるんですよね。で、なんか私の小学校とかだと結構そういう伝統文化に触れたり伝統食に触れたりみたいなところあったんですけど、やっぱ中学高校と上がるにつれてそういう教育が減ってったなっていうのは一個思ってて、なんか中学高校でもそう、なんか段階的にこうもっと小学校の学びをつなげられるような何かこうプログラムとかそういう教育が何だろう盛り込まれたらいいのかなと思いました。はい、ありがとうございます。河野さん、なんかありますかね。いや、そうですね、なんか僕の地元でもそういう古伝統文化が少しずつそのまあ継承者がいないとかっていう中で亡くなってしまっているっていうのを目の当たりする機会っていうのは実は結構あったりするんですけども、やっぱりそこに直面してるっていうのは、まあちょっと正解かどうかわかんないですけど、それやっぱ経済に結びつかないみたいな部分とかっていうのはやっぱ結構あって、だからもう少しそこが、なんかこう体制として、そういうこう、まあその文化を、まあ維持していくために、まあそういう人たちを守るような、まあそこのこう、まあ、お金の流れであったりっていうのも、なんかこう必要なのかなというふうにはすごく思ったりしています。それは、例えば伝統的な 農業であったりとか、その、地域産業に関わっている人を守るであったりとか、まあ、そういった部分のそのシステムというか、そういったところも、まあ、全域でこう、なんていうか、こう仕組みとしてサポートできるような体制っていうのも必要なのではないかなと思ったりするんですけど、マリコさん、どうですか、その辺。そうですね、やはりサポート、まあ、コミュニティでのサポート、まあ、あとは教育。まあ、やっぱ行政が入ってこないとなかなか難しいのかなっていうところもあったりとかもするんですけれども、それでもやっぱり続けていくっていうのはすごい重要なのかなと思います、ね、はい、そうですね、はい、ではですね、ここで登壇者の皆様がすべて終わりました。で、まあ、大体予定通りという感じなので、まあ、これから Q&A のセッションの方に移っていきたいと思います。で、Q&A のセッションを始める前にですね、今回のそのグローバルサミットのオンラインフォローアップセッション、1月から3月までやっているんですけれども、まあ、1月、先月にサブの司会をしてくれた、沢根ちゃんで、3月の、サブの司会の、セリちゃん、オンできますか。あ、セリちゃん、今日危機戦みたいな話をされていたかもしれないです。あ、そうなんですね。じゃあ、サワネちゃんいるかな。あら、サワネちゃん。でもいなそうですか。サワネちゃんいないかな。なんかもし、あれだったら、さくらちゃんとか生物多様性結構。詳しいところで、さくらちゃんが、そうですね、セリちゃん今入ってきたんですけれども、うん、まあちょっとつながらないと思うので、はい、まあそうですね、アセ東京ユースで生物多様性をやっているこんなので、さくらちゃん
なんかコメントとかあればぜひお願いいたします。そうですね、日本だとその環境活動とかは、まあ、駅のところとかで、まあ、警察に怒られる時とかもあるかもしれないんですけど、まあ、命が狙われることまではないかなっていう感じで、でそのカナダのそのヘイトクライムで女性が殺害されてるっていう話はこの前のグローバルサミットでも聞いて、まあ、驚いたんですけど、やっぱり国柄によってそういう危険度がこう変わってしまうっていうのは、まあ、もう難しいことかもしれないんですけど、なくしていきたいなって私も思いました。はい、はい、ありがとうございます。サバネちゃんいたかな、でもサンちゃんでもあれなのか、聞け喋れないかな、喋、うん、れなさそうです。はい、じゃあですね、他の方の、質問タイムに入っていきたいと思うんですけれども、まず八田さんから質問がありますと、八田さんオンにできますかね。八田さん、はい、じゃあ畑さん、ご自身の方から加藤さんに、経団連の加藤さんにご質問いただければと思います。はい、加藤さん大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。加藤さんよろしくお願いします。まあ、経団連というとですね、あまりいいイメージを持ってる人もいない人もいるし、僕はちょっとあんまりいいイメージを持ってないんですけども、まあ、そうで、ちょっと今日は加藤さんに初めてこういうことで生見てっていうか、オンラインを通じて、経団連の方に直接話を聞く機会っていう貴重な機会をいただいたんで、ちょっと、見方も変わったんですが、そこでちょっと質問なんですけども、今日、まあ、メリーナも来て、ブラジルの、メリーナなので、まあ、アマゾンに関しての開発については、非常に日本は今、アマゾンの開発っていうか、ブラジルに対して、非常に、経済援助も含めてですね、やってるかと思うんですけども、やっぱりその経済援助の、まあ、方向は、どうしても開発に向かってる。で、経団連の多分、大きな企業がこれに関わってる。まあ、もちろん、安倍晋三首相がいらっしゃった時には、首相と話し合って、そういう取り決めをして、経団連の方はもう、協力するような国際的な何かこうあるんですけど、今日の話からするとかなり矛盾もあるような気がするんですけども、何かそういう場合にこう指導だったり改善するっていうのは自助努力というか、自分たちの経団連の中からそういった形の話し合いとかあるのかどうかって知りたいと思いまして質問しました。ありがとうございます。ですね、で私が知らない部分も多いんですけれども、何か、そういった開発行為、自然に負の影響を与えているような開発行為をしている企業を捕まえて、指導するなんていうことはしていないです。で、ただ、で、あともう一つはですね、これ、生物多様性をやってる我々の協議会に加入している会社もまだですね、120社ぐらいしかなくって、だから、まあ、会長からはもっと増やせと言われているんですけれども、そういったところをまだまだ広げていかないといけませんっていうのが一つあります。で、あとは、経団連生物多様性宣言っていうですね、生物多様性自然資本にちゃんと配慮した経営をしていこうっていうことで、行動指針も含めて、定めているんですけれども、まあ、そこに賛同してくれてる会社さんもですね、まだ271社しかないので、まあ、これも広げていくと。要は、今、まさにおっしゃっていただいたですね、自主的な行動に任せるっていうことしかやってないんですけれども、ただ、ちょっとこれまでと環境がおそらく変わってくるのは、今回の GBF で、企業に関する、目標が、明確に定まったっていうことと、あとはその情報開示の TNFD っていう枠組みがですね、9月に出てくるので、まあ、これが主流化していけば、それ企業がそういう開発をしてるっていうのをですね、堂々と発表できるかっていうことになってきますので、そういった変化が生まれてくるのかなということでございます。まあ、いろいろ言いましたけれども、何かを取り締まってるわけじゃなくてですね、ただ自主的な行動を促そうっていうような動きをしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。多分日本の経済援助の、その、
パワーがとても大きいので、多分あの言ってるほど弱くないと思うんですよ。だからメリーナなんかはまあ当事者なんで、結構思うことがあるんじゃないかなと実は思っていて、やっぱりそこをあの善処していかないと、世界のこのまずあのね、あのアマゾンというまあ原生林のまあ素晴らしい視線は残されないと思うので、やっぱり経団連の自助努力はやはり発動していかないといけないなっていうのを僕の最後のなんか頼みじゃないですけどあれにしてですね、はい、質問を終わらせていただきたいと思います。メリーナ、はい、よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそのあたりの意見、あの質問とかに対して、あの道家さんとかメリーナとか何かあれば。はい、私の方からは実際あった事例で、あるアメリカの NGO というか先住民をサポートしている団体から、ある日本の企業の系列の会社が、先住民大事な土地で開発しようとしてるんだ、土地を住宅開発だとか何しようとしてるんだって言って、あのもう皆さんが知ってるようなメーカーさんで、で、経団連さんの方で、あの、NGO と企業の交流会みたいなのをね、一回やってくださっていて、ね、そこで、あの、実際知り合っていた人がいたので、あの、こんな噂というか、こんな情報流れてるんですけど、大丈夫ですかっていうふうに、あの、その、アメリカで起きてる事例を、こう、日本の企業の方に伝えたことがあります。その時は、全然知らなかったと。で、あの、多分、経営か株式で持ってるけど、グループの会社だけど知らなかった。で、すぐ対応してくださいました。で、この言いたかったポイントとしては、あの日本の企業の皆さんもそういう NGO や市民の声がちゃんと入るこうラインがあるかというと、ない場合も結構あるんじゃないかなというので、あのあ もうもちろん悪意ある企業というか、その市民の声を聞かないという企業もあるかもしれないんですけれども、少なくとも日本の大企業は本当にこう声を聞くチャンネルを持ってない。そこをなんか NGO だったりユースだったり、いろんなあの市民組織がやっぱ繋いで、こう、ちゃんと速やかにアラートを、今やってることちょっとまずいかもしれないとか、系列の会社でまずいことが起きてるかもしれないみたいなことをしっかりこう伝えていくっていう関係も作っていくことが、より健全な仕組み、あの社会になっていくんじゃないかな。そんなふうに私は思っています。ありがとうございます。メリーナ、何かありますか？英語で大丈夫です。あ、私じゃあちょっと日本語で日本語ちょっと頑張る。はい、私もあの道家さんがあの話したように、あのやっぱりあの企業なんか会社はいろんな人がいますし、意見も違うし、あ、だから、なんだろう、あの、アマゾンの方は、あの、やっと私たち、あの、大統領が変わってきたから、あの、これからも多分、あの、前のように、その、デフォレステーションとか、なんだろう、まあ、いろんな、その、自然を、あの、発す、あの、活動を、やめさせようってそういう活動も始まってるんですし、あとはあの先住民、アマゾンの先住民のあのライツ、キーリでしたっけ、あのにも それにもあのなんか法律とかいろんな仕組みを守る、もう一回守るようになってるから、だから私にとってはこれからはもうちょっとあの明るく、ブラジルもちょっと明るくに見えるかもしれないし、でもあとはその企業との関係はやっぱり、加藤さんがあのおっしゃったように、あのやっぱりこれからあの社会全体としてはやっぱり大きいあのトランスフォーメーション、あの 変化あのさせないといけないんですよね。やっぱりもうあの地球とか資源とかはもう本当にリミットになってるし、もうリミットを超えるぐらいなってるから、で、あのまあ、どうだろう、なんかまだ日本の企業の場合はもうちょっとそのなんだろう、その
ロングタイムビジョンとか、なんか20年、50年とかのプランがあるはずだと思うんですが、それを考えれば、やっぱりあの地球とかそういう持続可能性ななんか風にしないといけないと分かっていると思うし、あとはあの今のユース、あの世界中のユースは 50% 以上だと思いますと、でだんだんあの SNS とかもあのコミュニケーションとかインターネットとかそういう、なんだろう、情報を広がることが多いし、で例えばブラジルであのいろんな企業があのダメな活動をやってるのがすぐ他の国が知られることができるし、だからそれもすごいプレッシャーだと思いますし、あの最近あのグローバルユースバイオダイバーシティネットワークもあのいろんな企業とのダイアローグあのやっていますし、でやっぱり企業がすごいあの心配していますよね。だってあの今のユースは未来の その お客、あのコンシューマーになっちゃうから、でその企業が作られてるものがあの例えば先住民の権利を守ってないとか、あの生物を抑制してるとかって、そういうことになると、やっぱりあの現代のユースはもう買えないね、買えなくなっちゃうので、でそこもユースはどん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 なんかすごく大きいなんか力、社会の中としては大きい力を出してる。あとはあのまだ日本とはちょっと違うかもしれないんですけれども、あのアメリカとかヨーロッパはいっぱいなんかユース団体があのその国とかもなんか政府とかにもあと企業にもあのlawsuit、なんか裁判所に、あれ、訴訟してる。そうです。はい、はい、そうしてるから、で、あの、まだちっちゃい、あの、ステップなんですけれども、今回、あの、GVF には、intergenerational equity っていうプリンシプルが入ってます。でそのプリンシプルもあのその全部の利用条約にも入ってるんですけれども、そこであの最近いろんなあのロイヤー、弁護士さんたちが頑張ってあのどうやってあの政府かあの企業を裁判所にあの、チャレンジっていうのかな、あのしようとかって、そういう仕組みも皆さん考えているので、だからこれからも、まあ、あの加藤さんがおっしゃったように、企業さんたちも本当にあの頑張らないと、うん、どんどん大変になっちゃいそうですよね。はい、ありがとうございます。なんか加藤さんとかあの河野さんとかもなんかいろんな意見とか。ありがとうございます。あのなんかあの加藤さんなんか一人ちょっとかわいそうな感じなんかそうですね、あのビジネスの方がね他にいなかったので、ね、申し訳ない気持ち、うん、でもやっぱり先ほどのね道家さんの話もそうですけれども、こう多分そういう意味ではこう顔と顔とがなんとなくつながっているっていうことがやっぱりこうすごく重要だったのかなと、道家さんさっきの話ですと、まあこれがまあ、まあ今日も八田さんもね、こう経団連の方とのこう初めてこうやってこう対面というかなんだろう、オンライン上ですけど、こうやって顔と顔が分かってコミュニケーションを取ることによって、そこからこうね、さっきみたいなこうコミュニケーションが生まれて、何かを変わっていくみたいな機会につながっていくということを考えると、やっぱこういう機会をこうね、ボトムアップで、まあ
粛々とやり続けていくことの重要性みたいなのも、まあ、すごく感じましたし、まあ、それは一つの、なんていうか、アクションというか、僕たちもやっぱり継続してやっていくことが非常に重要かなとは思ったので、とてもいい気づきをいただきましたという、ありがとうございますというところでございます。はい。はい、ありがとうございます。さわねちゃん。はい。話せる？はい、よろしいですか。はい、今回聞いてみて、はい、前回その COP27 のね話とかをずっと聞いていて、で今回そのセブ多様性また違う条約のことを聞いてみて、なんかどんな感じのことを思ったかシェアしてください。はい、私は前回の、気候変動枠組み条約の方でも話を聞いていたんですが、そこでこう私はどちらかというとその気候変動の方に興味があってそちらも聞いていたんですが、今回の、COP15 の方も聞いてみて共通点に感じたのが、ネイチャーポジティブっていう項目で、それは結構気候変動の枠組み条約の方でも言及されている方がいて、でそちらは結構こう気候正義であったりとかそういったことについてお話しされてたんですけど、やっぱり私が聞いてる中で一つ質問があって、私は今、環境だけじゃなくてビジネスにも興味があって、どんな風にサステナブルなビジネスを展開できるかっていうのを、結構興味があるんですけど、そういった上でこう同期さんとかの話にもあったように、こうネイチャーポジティブ風の取り組みへの対策っていうところで、こうビジネスとなるとやっぱり企業側が自分たちのこうプロフィットのためになんかこうネイチャーポジティブっていうものを利用してしまうっていうか、そういった事態も実際起きていると思うので、そういったこう企業によるネイチャーポジティブの取り組みってどういう、こうなんかどういったふうにあるべきかというのをちょっとお聞きしたいなと思います。誰に聞きますか？あ、土下さんに聞きます。あ、お願いします、はい、じゃあ私の方からですね、はい、はい、させていただこうと思います。ご質問ありがとうございます。ですね、COP15、 まず COP15 の中でビジネス、まあ、そのいろんなポジションの方、企業の中でもいたってことだったんですけど、結構大きな声としてはビジネスフォーネイチャーというビジネスの代表者でいろんな意見で構成されているグループが、それこそ開示を義務化してほしいとか、そういうことを結構積極的に展開をしていたんですね。あるいは補助金、生物多様性に悪影響を及ぼす補助金、GBF、目標の中だと5000億ドルっていう目標額が交渉されてたんですけど、いや足りない1.8兆ドルぐらい変えなきゃいけない補助金ってあるんだ、それを変えてくれみたいなことをビジネスのグループが言ったりしました。で、そういうふうにこうすごい積極的で、一方で主張したのは結構シンプルで、その透明性のあるというか、頑張ってる企業がしっかりこう社会で褒められる仕組みにしてほしいと。ちゃんとやってる企業と、あんまやってなくて、でもそれを秘密にしてる企業とで、差がつくとか、あるいはその秘密にしてるってことは、それで逆に、正しく、払うべきコストを払ってないって意味でも、もしかすると利上げが伸びちゃってるかもしれない。そんな、こう、アンバランスが生まれるようなことはやめてほしい、みたいなことをビジネスが主張していてですね、私、それまでのCOPの議論を聞くと、やっぱだいぶ違っていました。一つ。で、二つ目。で、その、やはりネイチャーポジティブ風な取り組みとかイメージ先行って出てくると思うんですね。なのでそこはちゃんと、まあ、NGO も含めて、ここまで今ある科学の中でとか先住民知識とかいろいろな知識知見を共有する中で、これはネイチャーポジティブって言えそうだね、でこれは違うよっていうのをやっぱりこう話し合ったりこう議論していったり、 NGO からも積極的にこれはいいこれは違うっていうのをやり会話していくことがやっぱ大事なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そういう意味ではそうですね、というのがとっても大事になってくるかなと思います。で、参考までに気候変動枠組み条約の COP27、これ映ってるかな、27では、そのグテース事務局長 その主導で、まあ、なんちゃってネットゼロをやめていこう、そのためには10の取り組み必要だみたいなのを出しているんですね。まあ、なので、こういう反応もうまくこう
参考にしながら生物多様性版のなんかこの提言読み替えてみるみたいなことをやっていくと、もしかするとそれなりの近道で少しスピードアップできる形で、じゃあネイチャーポジティブってどう私たちの中でいいものと悪いものを瞬別するかっていうのができていくんじゃないかなというふうに思います。例えばしっかり公表してもらうとか、これネットゼロの目標設定って書いてますけど、2030に半減 を達成させて2050年にゼロを目指さないといけないよ、2050年の最後だけこうプラマイゼロになってりゃいいじゃんとか、そのいうのはダメよ、ちゃんとこう段階的目標設定してねみたいな細かく書かれてるんですけど、なんかこういうようなものを企業も NGO も研究者も一緒になって作り上げるっていう、であと頑張ってる企業ほどこう先に進むし、ステップアップを応援する、まあ、企業に限らず主体でも NGO でもいいんですけど、そういうステップアップをちゃんとこう認めてあげて応援していくっていう道筋をみんなで作り上げることが大事じゃないかなっていうふうに私は思います。はい、ありがとうございます。なんかその後三井さんとかも何かもし意見とかなんかコメントとかもし何かあったらぜひ。まあ、コミュニケーションが大事っていうのはもう本当にその通りだと思います。で、まあ、よく、私なんかは環境訴訟に取り組む弁護士の団体で働いているので、まあ、よく現場の方からお話を聞きがちなのが、その一方で、例えば開発の計画を進めたい、まあ、行政だったり企業だったりがアセスメントをやって何の問題もありませんって宣言しちゃったら、もう実際学者の人が調べていて問題終わりやんけって言ってももう何の問題もありませんがこう結果として通ってしまうっていうのは今現実日本社会の中でも起きていることで、だから企業の人とコミュニケーションを取るときにその常に喧嘩腰でいろとは思わないけれども、やっぱり素直にそれを飲まれちゃわないこと、本当かなって一回その引き取ったときに自分でちゃんと調べることっていうのをこうやっていくことが必要かなっていうふうには思いますし、やっぱそういった意味でそのなかなかこう動くお金も大きくなると企業の人も立ち止まるのに勇気がいると思うんですよね。だからその前にこうとにかく丁寧にいろんな人の話を聞くとか、だから立ち止まってその社会が一見停滞したように見えるかもしれないとしても、それをその消費者としてもすごい勇気のある企業だよねって評価していけるようなこう価値観っていうのを作れていければいいのかなというふうには思います。それからサプライチェーンの話じゃないけど、例えばバイオマス発電をしますって言ってこれって環境にいいよねって言って、そのじゃあどっからその発電の材料を取ってくるのかっていう時にカナダで大規模伐採が行われてるみたいなのが、その日本国内のことだけ見てるとそれはそれでいいのかなってどうしても評価しがちになっちゃうけれども、やっぱそういったその長期的な時間だけじゃなくてその消費行動につながる長期的な因果関係みたいなのを一生懸命考えていければいいんだろうなというふうには思う次第です。ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、ではですね、一番最後の質問でこちらで終わらせていただければと思うんですけれども、さくらちゃん今質問いただきましたよね、愛玩動物みたいなそれはどなたにあれですかね、道家さんとかかな。そうですね、環境教育とかレッドデータブックとかもうまあはい、いろんな方に聞きたいです。はいはい、はいはい、どうぞ。はい、じゃあ私の方を、はい、ありがとう、ご質問ありがとうございます。と言いつつ、とても大変難しい質問だなというふうに実は思っております。そうですね、愛玩動物の方がすごい興味が強いっていうのは、まあ、おっしゃる通りです。いくつかのポイントでちょっと説明していきたいと思ってます。まず、
大前提として私自身がその 同年代だいぶすみません世代がちょっと割れてしまったがだいぶ違う世代なので皆さんの世代が何を行動のトリガーにして、なんかアクションしようとか、学ぼうだとかっていうするその動機というかスイッチがですねどこにあるかっていうのちょっと分かってない。まずそういうの分かった上で、アクションだったりメッセージだったり声の書き方だったりそのコミュニケーションデザインっていうのをすることが大事なのかなというふうに思っています。まあ、これがコミュニケーションの大前提として、で一方で、自然保護とかにどうして人が目覚めるかみたいなことをですね、あの IUCN という組織が研究をしたときに3つ要素があるというふうに言われました。一つは、幼少期にポジティブな体験を持っていること、自然について何かこう楽しいとか面白いとか何でもいいです、ポジティブな体験を持っていること。で2つ目はですね、場への愛着という言い方をするんですけど、その場所とかその守りたい自然とか関心のあるものについて何か愛着、別に何だろうな、アタッチメントって英語なんですけど、あのがを 持っていること、大事だなとかいいなこの景色とかそういうのでもいいんですけど愛着があること。で3点目はロールモデルがあること、自然を守るとかあのいうことについて、何かあの見本になりそうな人、別に親でもいいしお兄ちゃんでもいいし近所の何かおじいちゃんおばあちゃんでもいいし、まあ、何でもそういうロールモデルがあるっていうのがとても人が行動を起こすときにこの3つが大事だというふうに言われていました。なのでそれがヒントになるかなというのが2つ目のヒント。で3点目のヒントとしては、これはヒントにもならないヒントなんですけど、あのダイバーシティ多様っていうのは私はとっても幸せなことだと思っていてですね、あの食べること大好きなんですけど、回転寿司とか行った時にやっぱりいろんなネタが並んでた方が幸せじゃないですか。でそれが資源がしっかり確保されてればある程度安く回るわけですよね。最近日本のテレビとかよく見るとあの魚とかね取れなくなったから高級魚って言い方をたまにしてるんですよ。でそれってみんなからとか私もそうですけど、あの今いる世代の可能性がどんどん奪われてる状態だと思うんです。あの安く手に入って安くて比較的安価で食べれたものがある時食べ過ぎちゃって高級魚って変な言い方呼ばれるようになっちゃってハイプライスでなかなか手に入らない、もうそもそもお皿としても寿司屋さんに並んでないかもしれない、で可能性が奪われたっていうことのこうっていうのはすごいあの大なんていうかな視線として持っていかなきゃいけないところだし、そしてもう一つ怖いのは一度失っちゃうとその可能性を私たちの社会あったことすらは記憶から消えちゃうんですよね。自然との関わりがあった豊かさが豊かな日本だったってことを知らずに今の自然がデフォルトの日本の自然なんだみたいな、でそれはそれで子供に次の世代にとってはすごい悲しい話、日本のポテンシャル全く知らずに自然のポテンシャル全く知らずにこう生まれて、ああ日本の自然豊かだねってもしかすると子供たちは語るかもしれないということの残酷さっていうか何だろうな悲しさっていうのがあると思っていて、でそれとても伝えるのが難しいんですけど、なんかそこをこううまく伝えなきゃいけないなって日々思いながら、でも行動のスイッチどこだろう、でそういううまくこう知って何かアクションっていうのがうまくこうつながるようなコミュニケーションをデザインすることっていうのがとっても大事になるんだろうなと思ってます。あなので4点目はそうですね、ただ伝えるんじゃなくてこう行動する、これが問題だね、じゃあ僕は何ができるだろうとかどんなアクションができるだろうってこうインフォメーションとアクションへのこう選択肢みたいなのが一致すると人は行動しやすくなります。逆に言うと生物多様性って聞かれてもえそれ何で何ができるのでそれで理解とかアクションが止まっちゃうっていうのをこううまく、ちょっとすみません、4つぐらいなんかたくさん言っちゃったんですけど、なんかこういうのを参考にすると、あのヒントが生まれるのかなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではですね、皆さん、本当に長い時間あの、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。河野さんの方からアンケートの共有を今、リンクの方にしていただきますので、あのまあ、
登壇者の方も参加者の皆様もぜひアンケートにお答えいただければと思います。でですね、3月の、オンラインフォローアップセッションの宣伝をちょっとさせていただければと思います。このアセ東京グローバルサミット2023オンラインフォローアップセッション、まあ、最後の第3回目なんですけれども、3回目はですね、日本と世界の海、皆さんやはりよくプラスチック汚染だったりとか、海っていうと結構汚染にかなり皆さん目が行くと思うんですけれども、これ11月の、グローバルサミットの時に日本自然保護協会の方がおっしゃっていましたけれども、そこには生態系があるっていうことをやはり皆さん心に留めてくださいっていう言葉があったと思うんですけれども、今回はですね、まあ、汚染とか、まあ、そういったものよりもその、まあ、生態系みたいなそういったところにフォーカスをしましてですね、今日聞きにも来ていただいております日本自然保護協会ラムサールネットワークの理事の阿部真理子さんから、サンゴ礁と気候変動という形でお話をしていただきます。でメキシコの生物学者の方にも登壇いただきまして、で彼女はですね、やはりちょっと時間が早いので、まあ、彼女は録画で参加なんですが、まあ、メキシコの海洋と沿岸地域の生活という形でお話をいただく予定となっております。でこのサパパークスさんはですね、これマレーシアの国立公園なんですけれども、今ですねこちら本当はですねちょっと上の方が話してくださる予定だったんですけれども、ちょっとスケジュールが合わなくて、今誰が話すかみたいな感じで今お話をしていただいております。マレーシアの国立公園 の、まあ、その海洋の状況っていうものをお話しいただく予定となっております。でこのジェイマルディ・ゲベドさんなんですけれども、小坂先生のところ の、 特任研究員の方なんですが、フィリピンにおけるブルーカーボンと生態系サービスという形でお話をいただきます。で最後はですね、まあ、シンクグローバリーアクトローカリーみたいな言葉がありますけれども、そのグローバルから一気にここは東京というところに戻りまして、宮島和明さんという円柱商店さんという佃煮屋さんがある、新鮮の佃煮屋さんがあるんですけれども、そこの3代目の社長さんでメイドイン東京の会 の、 代表もされている方なんですけれども、宮島さんに東京湾と私たちの食、まあ、そういった形で、まあ、ローカルの、まあ、その食、ローカルの海、どういうふうにつながっているんだろうということをお話しいただくことになります。で、5月22日には、その生物多様性の日に命いただきますという形でキャンペーンをしていくので、まあ、ぜひ皆さん、このあたりも東京湾と私たちの食って、まあ、結構 そこにつながる話だと思うので、ぜひ皆さん3月も来ていただければと思います。はい。でですね、もう一つちょっとアセ東京の方から一つだけお話をさせていただきたいことがあるんですけれども、小野さんの方からトルコシリア地震のことをちょっとシェアいただければと思います。はい、長い間、お付き合いいただきましてありがとうございます。今画面の方見えてますかね。アセ東京でもですね、トルコシリア地震の、募金活動を行っております。で、もともとですね、アセ東京の実行委員のメンバーで、シリア難民のですね、支援活動を、やっている、菊池くんという、まあ、若いアクティビストがいるんですけれども、まあ、トルコで、シリアから逃れてきた、方たちに雇用を作るということで、トルコの、ピスタチオをですね、コーヒーに変えて、まあ、それで販売することによって、そこで女性の雇用を作るというような活動をしているんですけれども、まあ、そのアセのメンバーが、今呼びかけているのが、こちらの、震災緊急支援のクラウドファンディングになっております。で、まあ、実際にこう、目が見える、メンバーの、活動支援につながるクラウドファンディングということで、アセ東京全体で、応援をしております。もし、まあ、今ですね、ご賛同いただける方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、サポートいただければな、というふうに思っております。3月12日まで、今、こちらのクラウドファンディング実施しております。後ほどちょっとリンクの方を、お送りさせていただきますので、ぜひ、お見通しいただければというふうに思います。はい。あと、ごめんなさい。ちょっとアンケートのですね、リンク、ちょっと、トラブルがあって、今送りできてなく、
終わった後にですね、皆さん、エントリーいただいたメールアドレスの方に、送信させていただきますので、恐縮ですけれども、そちらでまたご確認いただければと思います。はい、マリコさん、お戻しします。はい、では皆さん、本当に長い時間、どうもありがとうございました。でですね、最後にですね、皆さんで集合写真を撮りたいなと思っておりますので、登壇者の皆様、カメラをオンにしていただきまして、河野さんの方から、集合写真で皆さんも他にも写真オンにカメラオンにできる方はぜひ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 皆様顔を、はい、顔あテトワさんもありがとうございます。はい、では皆さん行きます。はい、チーズ。あ、皆さんありがとうございます。はい、以上です。はい、それではですね、長い時間、皆様どうもありがとうございました。こちらの方はですね、YouTube の方が少し遅れてはおりますが、こちらアップされることになりますので、皆さんご登録いただいたメールアドレスの方にご連絡させていただきます。それではご登壇者の皆様、ご参加の皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ今日を皮切りにまた皆さんとつながって、いろんな問題課題解決を、みんなで一緒になってやっていければと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。アセ東京も頑張ります。ありがとうございました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 。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。参者の皆様も、はい、大丈夫でございます。ありがとうございました。あ、マリコさん最後、はい、コメントいただかなくてよかった。はい、多分ネット環境があまり良くなかったかもしれない。よかったよかった、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、皆さん抜けていただいて大丈夫でございます。じゃあちょっとごめんなさい。僕、アンケートやってなかったわ。忘れてた。すぐ送ります、アンケート作って。通訳の方もありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、退出していただいて大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ他の皆さんも待機室に入れちゃいますね。うん、はい。綾野さんって小坂さんの小学校の同級生の。そう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 。なんか私の友達の友達でこないだ発覚したんですよ。すごいね。すごいでしょ。ねえ、笑いでしょ。でも多分ね、小坂さんね、ちょっとね、嫌なんだと思う。なんか自分の黒歴史とかね、多分言われてるんじゃないかね。